少女が笑顔を捨てたわけ。七月にしては涼しく、風にも粘りつくような重さがなく、心地いい速度で頬を撫でる。二十三時を回った街は、まだ店の明かりは見えるものの、遊び疲れた子供のように、静かに寝息を立てているように感じる。久しぶりにゆっくりできたね。 水原夏目は婚約者の阿がに腕を絡めながら言った。そうだね。丸一日一緒にいられることはあまりないから。阿がた総一郎はそう言ってから。ごめん。夏目の仕事のことを責めてるんじゃないよ。俺も忙しいし、ただ、と言葉を繋いだ。わかってる。お互い努力しよう。 でしょ。ああ。ちゃんと話せば大丈夫。うん。夏目はあなたの左肩に甘えるように頭をつけた。頬のあたりが熱い。ワインのせいか気持ちの高揚かあるいはその両方か。風が熱を冷ましてもまたすぐにほてってくる体に夏目は思わず 頬を緩めた。ん急に、あなたが立ち止まった。どうしたのあれあなたが視線を向けた先に、一人の少女がいた。そして追いかけるように、三人の男が歩いてきて、少女を取り囲むようにして立った。なあ、無視すんなって。その学校。 訳ありなんだろ。男たちの隙間から見える少女は、白いミニスカートに黒いキャミソールで、靴は履いていないように見える。一緒においでよ。腹減ってるなら飯食わしてあげるし、靴も買ってやるって。あれは、見て見ぬふりはできないな。あがたが前に出ようとすると、夏目は絡めていた右腕を解いた。 そうちゃんはここにいて。そう言って、酔っているとは思えない足取りを男たちに近づいた。その子から離れなさい。夏目の声に、三人の男は一斉にこちらを見た。あなんだよあんた。もしかして、お姉さんも仲間に入りたいのかな私は警察の者のよ。さっさとその子から離れた方が賢明ね。 め警察待てよ。そんなのハったレだろ。この姉ちゃんが警察に見えるかああ、言われてみれば。しっかりとメイクが行き届いた顔に、艶のあるミディアンウォーから覗くイヤリング、白いブリーズスカートに黒い薄手のブルボンを羽織るように着ている夏目は、確かに警察には見えないかもしれない。お姉さんも一緒に行きたいなら、素直にそう言えば、 品性がないわね。肩に腕を回そうとしてきた男の腕をスルリとかわし、切り捨てるように言った。これで理解した。バックから取り出した警察手帳をひらひらさせる。え、おい、本当に警察この手帳が偽物だと思うなら、それでも構わない。でも、その子から離れないなら、 応援を呼んで逮捕することも考えるわ。な、ちょっと待ってくださいよ。ならさっさと離れたら。ち、行こうぜ。男たちが離れていくと、夏目は肩を縮めている少女の方を見た。もう大丈夫よ。そう言ったが、少女は何かに怯えているようで、夏目の方を見ようとしない。 白いスカートは汚れており、靴を履いていない足には、何かで切れたような跡もある。夏目、どうした小走りで近づいてきたあなたが言った。ねえ、このままあなたを置いていくわけにはいかない。私と一緒に、警察に行きましょう。私は刑事だから、心配ないわ。少女は口を開く代わりに、 小さくうなずいた。ただことじゃなさそうだね。ごめん、そうちゃん。これから本庁に行ってもいい。この子保護しないと。まあ、もちろん。俺も一緒に行くよ。ありがとう。あなたがアプリでタクシーを呼ぶと、ちょうど近くを走っていた一台が回ってきた。さあ、乗って。 夏目が言うと、少女はゆっくりと、タクシーの後部座席に乗った。あがたは助手席に座り、夏目が少女の横に座ると、タクシーは走り出した。ああ、もうこんな時間。元田さつきは時計を見ながら言った。さっきまで9時過ぎぐらいだったのに、この時計壊れてないよね。 そんなわけがないと思いながら、デスクに置かれた時計を手に取って、裏側を見たり、下から覗いてみたりする。警視庁捜査一課の部屋は、昼間は何十人もの人間が行き交っているが、今は静かなもので、事務仕事をするにはちょうどいい。とはいえ、毎日のように遅くまで仕事をして、帰って寝るだけの生活になっていることを思うと、 女としての自分を忘れそうで怖くもあった。まあ,あ、こんなんじゃダメだよね。女としての自分を磨いてこその。頭を抱えていると、外線が鳴った。一般公開はされていない番号だから、外線が直接鳴るということは、刑事が直接電話してきている可能性が高い。何か事件。サツキは、思わず背筋を伸ばした。 はい。決勝捜査一課。元田さん。え、水原警部。さつきはガタンと音を垂れで立ち上がった。部屋にいる何人かが驚いて視線を向けている。えっと、あの、はい、元田です。水原警部、どうされましたか遅くまでお疲れ様。今、そっちに避難にいる。 えっと、私を含めて4人です。あの、事件ですかまあ、事件といえば事件かもしれないけど、まだ何とも言えないわね。とにかく、これからそっちに行くから、仮眠室の準備をしておいてもらってもいいえ、仮眠室ですかなんですそんな。あ、でもわかりました。すぐやります。ありがとう。 15分ぐらいで着くと思うから、よろしくね。はい。背筋を伸ばしたまま返上して、受話器を置くと、さつきは急いで仮眠室に向かった。まだ心臓がドキドキしている。まさか、水原警部から直接お願いをされるなんて。仮眠室の準備をする意味もわからないけど、与えられた仕事はしっかりやる。それでいい。 さつきは、女性用の仮面室に入ると、すぐに布団を敷いて整えてから、飲み物も準備して、捜査一課の部屋に戻った。もうすぐよ。夏目は、少女の肩にそっと手を回しながら言った。少女の体は、小刻みに震えており、目はキョロキョロと落ち着かない。タクシーの中ということもあり、 何があったのか聞くのを控えるのと同時に、少女のことを観察していたが、これと引っかかるものは特になかった。どこかから逃げてきたように思えるが、一体どこから、何があったのか、そういったことを特定するヒントは見つけられなかった。着いたわ。ゆっくりね。料金は俺が払っておくから、夏目はその子。うん。 ありがとう、そうちゃん。終わったら受付に声をかけて、応接室に案内するように言っておくから。わかった。夏目は、少女と手を繋いで、ゆっくりと警視庁の正面入り口に歩いて行った。失礼、どうされましたか入り口に立っている警官に声をかけられたが、夏目は黙ったまま、警察手帳を見せた。 捜査一課の水原よ。え、水原警部。あ、失礼しました。警官は、数秒間、夏目の顔と警察手帳を見比べた後、敬礼の姿勢をとった。水原警部。中に入っていくと、さつきが声をかけてきた。ごめんね、本田さん。急に変なお願いしちゃって。いえ、 そんな、いいんです。何でも言ってください。ありがとう。この子を休ませたいの。髪室の用意は済んでる。はい。飲み物も用意してます。ありがとう。助かるわ。一緒に来てくれるはい。夏目は少女を連れて、眠室に向かった。事件の捜査で刑事たちが泊まり込みになった時に使う部屋だが、 捜査に関するものや、機密情報も置いていないので、特に問題はないと判断した。明日、上には説明が必要になるだろうが、そんなものは大したことではない。あの、水原警部、この子は様子を伺うように、さつきが言った。私にも、まだ何とも言えないの。仮眠室に着くと、 少女をゆっくりと畳の上に座らせて、さつきが用意した水をそばに置いた。飲んで。遠慮しなくて大丈夫よ。もし他の飲み物が良ければ、用意するわ。少女は何も言わずに、黙ってペットボトルの蓋を開けると、ごくごくと水を流し込んだ。少し落ち着いた。何があったのか、 話してくれる。夏目の問いかけに、少女は一瞬視線を上げたが、再び怯えるようにうつむいて、体を縮めた。ねえ、何があったのか話してくれないと、私たちも。元田さん。話をさせようとするさつきを見て、水原は首を横に振った。今は話をできる状態じゃないみたいね。いいわ。 今日はゆっくり休んで。ここは警察。何も心配することはないわ。そう言って、夏目はそっと少女の髪を撫でた。元田さん。はい。ごめん。悪いんだけど、今夜一晩この子のそばにいてもらえる。明日半休にしてもいいから。わかりました。半休なんてしません。大丈夫です。 ありがとう。でも、無理はしないでね。はい。ありがとうございます。何かあったら連絡して。明日の朝、また来るわ。わかりました。お疲れ様です。お休みだったのに、大変でしたね。大丈夫よ。じゃあ、またね。夏美は仮眠室を出ると、応接室で赤田と合流し、 そのまま家に帰ったう、うん。翌日、いつも通りに目が覚めた夏目は、何気なく視線を横に向けた。隣では、あなたが静かに寝息を立てている。気づかれないように、ゆっくりと起き上がってから、仕事に行く準備を始めた。一通り準備が終わると、書き置きをして、 ダイニングテーブルの上に置いた。それから寝室に行き。行ってくるね、そうちゃん。寝息を立てているあがたの子に、そっとキスをすると、夏目は家を出た。本庁に着くと、まっすぐに仮眠室に向かう。一緒に寝ちゃったのね。布団の上で、体を縮めるようにして寝ている少女の隣で、 さつきも寝息を立てている。一緒に布団に入っているわけではないが、畳の上で腕を枕にして寝ている。寝かせておいてあげたいけど。夏目は、来る途中にコンビニで買ったサンドイッチをテーブルに置いた。モトラさん、朝よ。モトラさん。んあっ さつきは、飛び起きるようにして体を起こすと、半分閉じている目をこすって、夏目の方を見た。し、大きな声で、おはようございますと言いそうなさつきに、夏目は人差し指を立ててウィンクした。あ、おはようございます、三沢警部。すみません、すっかり寝てしまって。小さな声で言う。 いいのよ。疲れてたと思うし。あの後何か話したいえ、何も怖いことはないから、話して大丈夫だよって言ったんですけど、うつむいたままで、そのうち眠くなったのか、横になってそのまま寝てしまって。そう。わかった。じゃああとは私が引き継ぐから、あなたは家に帰って休んで。そんな、大丈夫です。 まだ仕事残ってますし。反休もしないしません。わかったわ。でも今日は残業なし。いいわね。えちゃんと休まないと、仕事と女、どっちにも支障が出るわよ。あ、はい、わかりました。じゃあ、私は自分の席に戻ります。うん、ありがとう。 いえ、そんな。では、失礼します。サツキが仮眠室を出ていくと、夏目は少女の方に目を向けた。何かにうなされているとか、そういった様子はない。年齢は、十六、四歳といったところだろうか。二十歳は超えていない。おそらく高校生だろう。学校に行っているなら。五分ごろして、 少女は目を覚ました。おはよう。夏目が言うと少女は目をパチパチさせて掛け布団に隠れるようにしながら体を起こした。これ、朝ごはん。その前に歯磨きしたかったら、これを使って。ビニール袋からサンドイッチと歯ブラシセットを出してテーブルに置いた。ありがとう。 少女は細い糸のような声で言った。初めて口を聞いてくれたわね。夏目はそう言って微笑んだ。少女は歯ブラシを手に取ると、キョロキョロと部屋の中を見回した。洗面台はあっちよ。仮眠室の奥にある洗面台に案内すると、少女は黙々と歯を磨き、戻ってきてからサンドイッチとコーヒーを口にした。 少し落ち着いた夏目の言葉に少女はうなずいた。じゃあ、名前を教えてくれる夏目が言うと、まゆ。少女は小さく言った。まゆちゃん、お字は小坂。小坂まゆちゃんね。 うん。歳はいくつ大丈夫よ。未成年だったとしても、それを理由に何か、例えば、夜で歩いてたことを注意するつもりもないわ。言いたくない ?17。17歳ね。ありがとう。高校生 学校には行ってない。そっか。じゃあ、昨日はそこで何をしてたの靴も履いてなかったし、何かあったんマユは何事か呟いたが、口が動いただけのようで聞き取れなかった。ごめんね、マユちゃん。もう一度言ってくれる夏目の言葉に、 舞は何かを描くような仕草をした。描きたいってことちょっと待ってね。手帳を一枚破って、ペンと一緒に前の前に置く。舞はペンを動かし、一枚の絵を描いた。これうまい絵ではない。だが、夏目はせ筋におかんが走り、 肩に力が入るのを感じた。あなたは、ここから逃げてきたの舞はかすかに頷いた。絵には、舞らしい少女が、ベッドに横になっており、両手がベッドの柱に縛り付けられている。周囲には、何人かの男と思われる人間が立っていて、舞を見下ろしているように見える。 辛いと思うけど、答えてくれる。ここはどこ舞 <laughs> は呼吸が荒くなり、外から見てわかるほど大きく震えて、自分の肩を抱くようにしている。数秒前まで落ち着いていた目は、目まぐるしく動き、力が入りすぎているのか、爪や食い込んだ肩のあたりから、血が出ている。 ごめん。ごめんね。大丈夫。無理に思い出さなくていいの。大丈夫よ。私が守ってあげるから。夏目は眉を包み込むように手を回すと優しく言った。眉は体を震わせながら荒い呼吸を続けていたが、落ち着いてくると夏目の背中に手を回して泣き出してしまった。 ごめんね。眉を抱きしめながら、夏目はもう一度、絵に視線を向けた。絵そのものに、生々しさを感じるリアルさはない。だが、うまくなくても、何か伝わってくる絵はあるものだ。感情を揺さぶるような、思考をかき乱すような。眉が描いた絵は、それだった。夏目は、 自分の中に黒っぽいモヤのようなものがうごめくのを感じた。この子が体験しただろう出来事と同じではないにしろ、自分の過去と重なるようなそれは、克服したはずの傷をうずかせた。裸足で逃げてきた。この子は誘拐されて、どこかに監禁されていたのか。人身売買か、あるいは DV、虐待。 心の傷が疼く一方で、刑事としての思考は、自然と、前の背後にあるものに向けられていた。この子にとっては苦しいだろうが、話を聞き出さなければならない。そして、その背後に犯罪があるのなら、この子を守るために解決しなければならない。夏目は、泣き続ける前の背中をさすりながら、目まぐるしく思考を動かした。 朝9時。ベッドから体を起こすと、巻泉は大きく伸びをした。また行きましょう、ね。ごめんね。私はその気にならなそう。ベッドテーブルに置いたスマホを見ながらつぶやく。昨夜デートした男は、取材した会社の男で、名前は小野上。設立6年目の医療系ベンチャー企業の部長。 年齢は37歳で、泉よりも年上。高い外交性で誰とでも気さくに話すタイプで、社内でも人気があるらしい。取材の後、せっかくなのでディナーでも、と誘われ、さらにディープな話が聞けるかもと思い付き合ったものの、店にいた1時間ちょっとのうち、半分以上自分の苦労話や、やってきたことに費やし、ワインをしこたま飲んで、 店を出るときには少し足がふらついていた。あれでよく、また行きましょうなんて言えるわね。泉はため息をつくと、ベッドから起き上がって洗面台に向かった。鏡に映る顔は、腫れぼったくもなく、目もしっかりしている。顔を洗い、歯を磨いている間、ふと数年前を思い出した。 尾のうの自己アピールがくどいと思ったものの、自分もかつては、勤めていた新聞社を辞めた後、フリーになって、名を上げるために必死にスクープを追った。大した覚悟もなく、ただただ追い続けて、殺人犯に殺されそうになったこともある。ある女性のリベンジポルノをめぐって、大手新聞社とやり合ったことも。それ自体は後悔していないし、 事件解決に役立ち、結果的に個人でやっているニュース配信サービスの会員も増えたことは良かった。だが、売り込みの強いおの上とかつての自分が少し重なるような気がして、なんとなく暗い気持ちになったが、あれは仕事ではなく女を砕く,くためのものだと思い直すと、気分は再びデフォルトに戻った。歯を磨き終えると、寝室に戻ってベッドを整え、 冷蔵庫から水を出して体を潤し、短パンに T シャツという服装のまま仕事部屋に行くと、タブレットの電源を入れた。泉の家は、デスクの上にはタブレットのほか、ノートパソコンが2台、メモ帳とペン、壁際には本棚が4つあり、本だけではなく、新聞記事の切り抜きなどを収めたファイルも並んでいる。いつものようにニュースサイトを見ていると、 気になる見出しが飛び込んできた。まだ何もわかってないのね。なるほど。つぶやきながら、スマホを寝室に置いてきたままにしてきたことに気づき、早足で取りに行き、戻ってくると電話帳を立ち上げて、通話ボタンを押した。はい、もしもし。こんにちは、水原警部。ん泉そうよ。なあに 水原警部なんて、他人行儀ね。今日は友達としてじゃなくて、ジャーナリストとして電話したからね。そういうこと。でも、あなたが興味を持ちそうな事件はないわよ。本当にそうええ。それより、最近はどうなのまだ尾行されたりする最近は感じないわね。あの事件の後は、 ノイローゼになるかと思ったけど。連中がやったっていう証拠があれば、捕まえて絞り上げてやるところなんだけどね。ふ <laughs> そうだね。でも大丈夫。もしまた何かあったら相談させて。ええ、もちろんよ。それでね、夏目。ん私が電話したのは、身元不明の少女が保護されたって件。 それが気になるのうん。なんで気になるか根拠はないけどね。でも、身元不明の証書が保護されたってだけでも、十分に興味をそそられるわ。そうなのかもね。広報担当からもっと情報を聞き出そうと、大手ミディアの連中からの問い合わせがすごいわ。うちが出した情報だけ見たら、事件性はない。 家出少女って可能性もあるのに。どういう状況か、私にも教えてくれるいいけど、まだほとんど何も分かってないのよ。広報が話していないこともあるけど。夏目の許可がなければ、記事にはしないよ。分かってる。その点は心配してない。ただ、ちょっとね。泉は、 夏目の話を聞いた。自分が少女を保護したこと。小坂舞という名前だが、情報がないこと。舞は記憶の一部に支障が出ているらしく、自分がいた場所やそこにいた人間のことを、はっきりと思い出せずにいること。さらに、もしかしたら舞は、誘拐されて、どこかに監禁されていたかもしれないこと。明確な証拠はないものの、 裏に何か大きな事件が隠れていても不思議ではない気がした。寝深そうね。ええ。状況は理解したわ。その眉ってこの身元がわからないのは厄介ね。そうね。創作願いも出ていないしね。もう少し調べてみたいところだけど。私も調べてみるわ。何を調べるの 失踪者や家出の情報、それと、誘拐だとしたら、組織的なものによる可能性もあるし、そのあたりから調べてみる。わかった。でも、気をつけてね。捜査の邪魔はしないよ。そうね。やりすぎて、逆に警察の厄介にならないようにね。気をつける。夏目の方こそ、あまり入れ込まないようにね。 入れ込むって。その子の話が本当なら、なんていうか、夏目にとってはいろいろ思うところがあるでしょ確かにね。でも、その件は乗り越えたし、大丈夫よ。それならいい。うん。ありがとう。またね。電話を切ってから、泉は少しの間スマホを見つめていた。 ああは言っていたが、感情面の影響はあるはずだ。入れ込めば、身内とぶつかる可能性が高くなるし、事実を見誤ることにもなる。でもそれが、粘り強さを生むこともある。だが心配したところで、現状何かが変わるわけでもない。本人も自覚しているし、私は私の仕事をしよう。よし。 自分の中で一応の整理をつけると、泉は仕事に取り掛かった。上からの許可を降りたわ。しばらくは、ここがあなたの家。夏目は、まだ怯えているように見える前の肩を抱きながら言った。入り口に警察の人がいるようになっちゃうけど、みんな女の人だから。不安そうに夏目を見上げる前に微笑む。 そこは、あまり使われていない、八畳ほどの会議室で、前に話を聞く間、しばらく仮住まいとして使うことを、夏目が上を説得して了承させた。ここに畳を敷いて、布団とテーブルを持ってくるわ。食事はデリバリーになっちゃうけど、まあそうね。時間が許せば、何か作ってあげる。そう言うと、 舞は少しだけ嬉しそうに口元を緩めた。へえ、ここがその子の家か。まったく、天下の警視庁の中に仮住まいを作っちまうとは、さすがはご活躍の水原警部だな。わざと周囲に聞こえるような声で、は沼悟は言った。何の用かしら、は沼警部補。警部補じゃない。 警部だ。いいか、もう階級は同じなんだ。私にも敬意を払え。あなたが敬意を払うように値する人間なら、肩書きなんて関係なく払うわ。それに階級ってことにこだわるなら、あなたはまだ私より下でしょう。この <laughs>、いや、くだらないことに騒ぐのは警部らしくない。なあ、お前ら。そう言って、 ハスヌマは自分の後ろに控えている二人の部下の方を見た。余裕というものは重要かと思います。部下の一人である、トナーラシュ柊が同意するように言った。ああ、そうだよな。それじゃあ、事件の話をするか。夏目は、癒ヤ的に近づいてくるハスヌマと前の間に体を入れると、また後でねと前に囁き、 部屋の中に入るように促した。身元不明で記憶も曖昧。なんだか怪しげじゃないか。本当にその、小坂眉だったかその子は事件の被害者なのか昇進の枯れたで見下ろすように初沼が言うと。近いわ。夏目は軽く見上げるようにしていった。近い ねえ。顔も体も近い。もう少し離れてくれる。不愉快だから。これでいいか。はずれまは一歩後ろに下がっていった。そうね。じゃあ続きを話そうじゃないか。どうなんだ本当に小坂舞は被害者なのかもちろん、しっかり調べる必要はあるわ。けど、 これを見ても何も感じない。夏目は、眉が描いた絵を見せた。なんだこれはあの子が描いたものよ。この絵を描いて何かを思い出したように、あの子は震えて呼吸もおかしくなった。ふん、そうかい。でもこれが本当のことだとは限らないだろう。あなたの言うこともわかるわ。裸足へ街を歩いて、 何かの埋いている少女がこの絵を描いたからといって、それが事実かどうかは別の話。けど、もし事実じゃなかったとしたら、あの子がなぜこんな絵を描いたのかってことが重要になる。ただのいたずらじゃないのか注目を集めたくてな。最近は承認欲求の過剰な人間が増えた。ネットの影響だろうが、注目を集めるためなら過激なことでも平気でやる。もしかしたら、 どこかにカメラでも仕込んで全部録画してるなんてことも考えられるぞ。その点は調べたわ。けどあの子は何も持ってない。スマホもお金も。何もね。仲間がいる可能性は。そこはわからない。もっと話を聞いてみないと。でも、あなたのように最初からおかしいと疑ってかかるのは、どうかしらね。 疑うのは刑事の仕事だ。何を言って。疑うんじゃなく、フラットに見るのが刑事の仕事よ。思い込みは排除してね。もういい。これからあの子に話を聞くの。あなたと話してること暇じゃないのよね。私も立ち会わせてもらう。必要ないわ。いや、そういうわけにはいかない。上には許可を取ってある。 上って誰牧田啓示は出張中だし。牧田啓示がいたとしても頼まないさ。俺は嫌われてるからな。だからもっと上に頼んだ。南で啓示生に。わざわざ啓示生に頼んだわけね。そうだ。だから取り調べには同席させてもらうぞ。分かったな。でも、意味なくあの子を脅すような真似をしたら、 許さないわよ。そんなことはしない。いつも通りやるだけだ。夏目は、ハスヌマの態度が不快だったが、今から南のところに行って、ハスヌマの件を撤回させるのは難しい。牧田啓示ならともかく、南では。じゃあ行きましょう。場所を移すわ。取り調べ室か。 あんな狭い空間で刑事に囲まれたら、話せるものも話せないでしょ。それに、あの子は被疑者でもない。オーセセス,スに行くわ。たく、面倒なことだ。夏目は、ハ沼の言葉を無視して、眉を部屋から出すと、オーセセス,スに向かった。オーセセス,スに着くと、中央に置かれたテーブルに、ペットボトルの水を置き、 前を奥側に座らせると自分は対面に座った。ここなら怖くないと思う。ほら、ガラス張りだから外からも見えるし。夏目は大世術室の廊下側を指さした。廊下に面した壁は全てガラス張りになっており外から見えるようになっている。音は外に漏れないが圧迫感はない。反対側の壁も ベージュをさらに薄くしたような色で、動物の写真が何枚か飾られており、部屋の隅には、観葉植物が置かれている。少しずつでいいの。あなたのこと、話してくれる舞は一瞬、夏目の顔を見た後、視線を落として黙り込んだ。い,いえ。ようやくうつむいたまま、絞り出すように言った。 家家って言ったの夏目の言葉に首をゆっくりと縦に動かす。どんな家かな女の子がいた。私の他にも。他にも、ゆちゃんのような子がいたのね。何人ぐらいいたかわかる。ごめんなさい。わからない。そう。 いいのよ。じゃあ、あなたはその家から逃げてきたってことうん。その家はどこにあるのわからない。えっと、じゃあ、私と会った場所までどうやって来たかわかるわからない。怖くて、ここがどこかとか考えずに走ったから。辛かったね。 その家は、どんなところだったのみんなで一緒に住んでた。お母さんみたいな人がいて、みんなにご飯をくれた。だけど、マイは、震える腕を押さえるように、自分の両手を掴んでいる。ゆっくりでいいわ。一旦落ち着きましょう。水を飲んでもいいし、コーヒーが良ければコーヒーを持ってくるわ。 舞は少しだけ首を横に振って、蓋を開けて水を少し飲んだ。時々、別のところに連れて行かれて、男の人の相手をさせられた。こらえきれなかったのか、言葉の語尾が震えて、舞は再びうつむいた。夏目は席を立つと、舞の隣に座って、 右手を肩に回して、震える手の上に左手を置いた。苦しかったね。ごめんね、嫌なことを思い出させて。そのお母さんみたいな人っていうのは、どんな女なんだ。ずっと黙っていたはず沼が立ったまま行った。いつもスーツみたいなのを着てた。でも、 他のことは思い出せない。じゃあ、君をもた遊んだ男どもの顔はイはとっさに、夏目に抱きつくように体を縮めた。辛いだろうが、君が知っていることを話してもらわないと、私たちも操作できない。嘘をついてるわけじゃないんだろう。だったら頑張って思い出し、そういう言い方はしないで。夏目は、 は沼を睨むようにしていった。時間が必要なのよ。あなたの言い方では、彼女は恐怖を思い出すだけになる。そうかもしれないが、話してもらわないと動けないだろうが、その子の言うように、その家とやらに他にも女がいるなら、のんびり話してる暇なんてないんじゃないのか。だからって、強引に情報を引き出せばいいってもんじゃないわ。ちっ、 じゃああれだ。両親は両親そうだ。今どうしてる連絡先とかわからないのか親はいない。いないってのはどういう意味だ連絡がつかないのか家出してて知らせたくないのか死んだの死んだどういう理由でわからない。 何かの病気随分と曖昧な答えだな。じゃあそれから君はどうやって生きてきたずっと君の言う家に保護されていたのかやれやれ。肝心なところはわからないか。何を隠してる警察を騙そうって考えてるなら今のうちに考え直した方がいいぞ。そんなこと、少し休ませるわ。 あなんだって少し休ませてから、後でまた話を聞く。次はあなたは来ないでね。ふん、好きにしろ。私は私で調べさせてもらう。ハスヌマはそう言うと、部下を連れて応接室から出て行った。ごめんね。次は私と、別の担当者にするから。イはこくりとうなずくと、 夏目に体を寄せた。ハスルマの言い方は問題だが、確かに舞の言葉には少し引っかかる部分もある。だが反応を見ている限り、男たちの相手をさせられていたのは間違いないように思えた。夏目は、舞をキュッと抱きしめて落ち着かせた後、応接室を出て、舞を部屋に連れて行き、捜査一課のデスクに戻った。ハスルマは、 苛立ちをそのままに資料室に向かった。資料室には過去の様々な事件の捜査資料、被社者のプロバイディング結果、取り調べの時のことなど、様々な情報が保管されている。ほとんどはネットワーク上で確認できるので、警部という立場なら自分のデスクでも確認はできるが、足は自然と資料室に向いた。水原め。 苦々しげにつぶやく。資料室のパソコンに電源を入れると、いくつかのファイルをクリックして中身を確認する。日本では失踪者のほとんどは見つかるが、当然、それは警察が把握している範囲のもので、届け出が出されず、人知れず行方不明になっている者も,もいる。あのマユという少女がそれで、逃げ出してきたことで、 警察も把握できていなかった事件が明るみに出る可能性もある。それはそれで重要だ。しかし、初沼は、ここに浮かんだ言葉に、そっと蓋をした。本当ならそれでいい。だがもし、何かしらの理由で嘘をついていたとしたら、モニターに映る資料は、視界に入っているが、頭は全く別のことを考え始めた。 必要なのは別の視点。ハスヌは椅子に座り直すと、ノートを取り出してからモニターに意識を向けた。収穫なしか。吉村朝日はデータベースにアクセスできる端末の前でため息をついた。夏目から失踪者情報を調べるように言われ、名前だけでなく日時や場所でも検索してみたが、前に該当する情報はなかった。 もしかしたら、届け出が出ていないだけかも。そう考えて SN、SNS やネットの掲示板まで調べたものの、信憑性の高い情報はなく、なんとなく、捜査一課の部屋に戻るには腰が重かった。ここにずっと座ってるわけにもいかないしな。端末からログアウトして、もう一度ため息をつくと、報告のために捜査一課の部屋に向かった。水原さん。 自分のデスクで何やら仕事をしている夏目に声をかける。吉村君、何か分かったそれがその、ネットも調べたんですが、これと言って。そう。やっぱり本人からもっと情報を聞き出すしかないわね。そういう結果になることは分かっていたような、あっさりした言葉だったが、なんとなく、がっかりされたような気がして、 吉村はせかされるように口を開いた。あの、んあの子は、今カウンセリングでしたっけええ。さっき精神科医の面談が終わって、今はカウンセラーと話し中。そこで何かわかりますかねどうかな。あの子が断片的に話していることが事実なら、思い出すのもかなり苦痛なはずらしい。 心配だわ。事実ならってことは、あの子が嘘をついている可能性も考えていると。嘘を言っているようには見えないけど、そういう可能性も考慮しなきゃいけないとは思う。ただ、私は嘘というより、トラウマによる記憶の混乱で、整理して話せなくなっているだけだと思うの。だから、少し時間が必要なんじゃないかって。 ハスヌマさんは違う考えみたいだけどね。え、ハスヌマ警部補じゃなかった。ハスヌマ警部もこの件を調べてるんですかわざわざ南出警視正に自家断搬してね。あの人、また水原さんの邪魔をする気ですかね。さあ、彼は彼で捜査するみたいだし、気にしないでいいと思うわ。私たちは私たちでやりましょう。 そうですね。それがいいと思います。水原警部、カウンセラーの先生が呼んでます。応接室の前で待機していた刑事が言った。終わったのはい。彼女は自分の部屋に戻ってます。わかった。ありがとう。先生はまだ応接室はい。あ、僕も行きます。夏目が立ち上がって歩き出すと、 吉村は後についていった。夏目の左手の薬指で輝くものを見て、吉村は少し前をしかめた。昇進試験が迫っているが、あまりやる気が出ず、教材を見ているうちに寝る時間になるというパターンが、ここ数日続いている。夏目の態度に、今までと変わったところはない。少し明るくなった気はしたが、吉村に対する接し方も、 操作に対する姿勢も何も変わっていない。変わったのは自分だと分かっていたが、感情は言うことを聞いてくれない。どうしたのエレベーターの前まで来ると、夏目が言った。え深刻そうな顔してるけどえ、そ、そうですかねこれといった情報を見つけられなかったことを気にしてる いえ、そんなことは。うまくいかないことはたくさんあるから、あまり気にしちゃダメよ。昇進試験にも支障が出ちゃうわよ。あ、知ってたんですね。大切な仕事仲間だからね。うまくいってほしいし。んいえ、なんでもありません。試験、頑張ります。もちろん操作も。そ 期待してるわ。自分でも理解できない感情が一気に入り乱れて、吉村は思わず天井を見上げた。エレベーター来ませんね。そうね。階段で行った方が早かったかな。でも今動いたら負けな気がします。そうね。わかるわ。夏目の笑顔に笑顔で返すと、エレベーターのドアが開いた。 やっぱり、待って正解でしたね。え、行きましょう。応接室のドアを開けると、カウンセラーの山内里奈が椅子から立ち上がって会釈した。先生、お疲れ様です。座ってください。夏目が言うと、山内は再び会釈してから、椅子に腰を下ろした。どうでしたか夏目が聞くと、 記憶が所々飛んでいるといったところでしょうか。おそらくはトラウマが記憶の一部に蓋をしてしまっているのだと思います。やはりそうですか。ね、ええ。なんとかあまり負荷がかからないように思い出してもらおうとしましたが、蓋を開けようとすると体に強い拒絶反応が出てしまって、時間をかけて聞いていくしかないということでしょうか。 催眠療法を使ってもいいかもしれませんが、それをするには信頼関係が必要です。ある程度の時間はかかりますね。そうですか。精神科医の先生にも相談したんですよね。ええ。BTSD の症状が見られると言ってました。辛くても向き合うことが大事でもあるので、少し深く、 記憶を探るような質問もしてみたようですが、他人事みたいに話したり、感情も不安定みたいで。彼女が書いた絵の通りのことが長く続いていたのだとしたら、心が壊れてしまっても不思議ではないですからね。引き続きカウンセリングは必要かと思います。来週にでも、また。わかりました。よろしくお願いします。 山内が椅子から立つと、夏目を入り口まで見送り、ため息をついた。水原さん。なかなか厳しいわね。犯人たちは許せないけど、今はそれ以上に、まゆちゃんの心が心配だわ。吉村は、なんとなくいつもの夏目と違う気がした。それがいいことなのか良くないことなのか、単純に判断するのは難しい。しかし、 残酷な時間を過ごしてきたであろう、眉のことを考えると、吉村自身も胸のあたりが苦しくなった。私はあの子のところに行ってくるわ。吉村君は四課に行って、参考になりそうな情報がないか聞いてきてくれる。四課。膨体課ですか。そうね。名称変わったのよね。まだ癖が抜けないみたい。わかりました。 情報をくれるかわからないですけど。気をれしちゃダメよ。事件解決のためだし、もし門前払いされるようなら、私が行く。いえ、大丈夫です。水原さんの手を煩らわせることはしません。分かった。よろしくね。はい。夏目の背中を見ながら、吉村はどこか心ここにあらずの状態であるのを感じた。でも、 今更どうしようもない。自分のやるべきことに集中しなければ、迷惑をかけることになる。胸のあたりで、ぐにゃぐにゃと動めくそれをそのままにして、吉村は階段に向かった。夏目から前のことを聞いてから二日後、集めた情報を見ながら、泉は憂鬱な気持ちになった。まったく、嫌になるわね。 誘拐や犯罪組織などの線では、あまり情報は集まらず、そこは警察に任せることにして、舞が何かしらの理由で家出して、どこかの家や施設に保護されていたという視点で調べてみることにした。DV や虐待などで家にいられなくなった女性を保護する施設や家は、都内では30ほどあり、ほとんどはまともだったが、中には、食事がまともにもらえなかったり、規律が厳しすぎたりして、 必ずしも被害者の助けになっていないことが分かった。また、しょうがないことかもしれないが、施設に滞在するのが10日を超えた場合、利用料金のようなものを支払わなければならず、DV などで家に戻れない女性の中には、仕事をしていない人もいて、支払いずに家に戻らざるを得ないという現実も見受けられた。最悪なのは、料金を払えない。しかも家に戻ることもできないという状況の中で、 施設長の男が料金の代わりに性的なことを要求したという事件だったが、他にも DV をしている夫から連絡を受け、妻がいることを話してしまい、夫が施設に乗り込んでくるというものもあった。もし保護された子がこんな環境にいたなら逃げ出したくもなるわよね。しかし、いくつかの家や施設に電話してみたものの、 プライバシーを理由に取材は断られ、眉がどこかにいたのかどうかは確認できなかった。眉が描いた絵には複数の男が描かれていたと、夏目は言っていたが、それがもし職員の男たちによるものだとしたら、ゾッとする。しかし、さすがに届け出をしている施設でそこまでのことは。届け出をしていない施設うん。その場合は家かしら そういうものがあったとして、怪しいと思っても、明日食べるものがないような状況だったら。そう考えると、気持ちがさらに沈んだ。眉と直接話をしたい。そう思ってスマホを手に取ってみたが、夏目がそれを許可するかどうか。聞くだけ聞いてみようと思った時、パソコンに表示していたつぶやき SNS、スラットの表示に、思わず身を乗り出した。 トレンドに、身元不明の少女、誘拐事件、小坂舞というワードが並んでいる。え、どういうことすぐに体を移動して、スラットを確認する。私は小坂舞と言います。2日前に警察に保護してもらいました。私はたくさんの男たちに体をもてそばれました。思い出せないことがあるし、証拠もありません。 でも本当です。私の他にも、同じ目にあっている女の子たちがいます。どうか助けてください。小坂前というアカウントで書かれたその投稿は、泉が見ている間にも、ものすごい勢いでいいねが押されていき、拡散されていく。何これ本当に本人が投稿してるの夏目がそれを許したの泉は、 ほう無意識に出た言葉を言い終える頃には、スマホを耳に当てていた。電話が来ると思った。電話に出るなり、夏目は言った。何これどういうこと ?SNS のことよね。うん、そう。私も迷ったんだけど、情報がなくて、捜査に行き詰まっててね。タブシは他の警察署にも問い合わせたんだけど、有力な情報はないし。 じゃあ、情報収集のために発信させることにしたの。そもそもこれ、本人が書いてるの。泉、落ち着いて。だって、気持ちはわかる。だから落ち着いて。まず、発信してるのは本人。投稿前に私がチェックしてるけど、書いてるのは間違いなく、小坂舞本人よ。夏目が提案したの 情報収集のためにって。違うわ。まゆちゃんが自分で言い出したの。自分が呼びかければ、何か情報が集まるかもって。自分を知っている人がいるかもしれないってことまゆちゃんは、PTSD の疑いがある。それで、記憶が一部混濁していたり、思い出せない部分があるの。だから、その記憶を補うようなものが、 例えばコメントで帰ってきたりすれば、それが糸口になるかもしれない。加えて、もし彼女を監禁してた犯人がこれを見たら、何かしらのアクションを起こすかもしれない。そうすれば、そこから犯人を絞り込める可能性もある、ってところかな。そうね。なるほどね。でも、お堅い警察がよくこんなこと許可したわね。夏目が押し通したの 押し通したってほどのものじゃないわね。状況を説明して、捜査に進展が出るならって、上に許可をもらった感じ。別に許可なくやってしまってもよかったんだけど、今はちょっと、面倒な人も絡んでるから。面倒な人ってハス沼よ。あ、それってあれ前に夏目の捜査に難癖つけてきたっていう。そう、そのハス沼。 なんか大変そうね、いろいろ。なんとかするわ。それで、電話をもらったついでみたいで悪いけど。何何かわかった。残念ながら、今のところこれといったものはないわ。でも、この投稿から見えてくることはありそうね。これから定期的に出していくの。ええ、そのつもり。OK。気になるコメントや反応があったら、 教える。ありがとう。泉は再び投稿に意識を向け、増え続けているコメントに目を通した。身元不明、裸足で街を歩き、保護されたと報道され、メディアもこの件を大きく取り上げているせいか、同情的なコメントがほとんどだが、中にはやらせとか、かわいそうな少女を助けるために基金を作ろうというコメントに対して、警察が寄付金を集めて、 自分たちの懐に入れようとしているとか、警察の自作自演、何か問題があって隠すために事件をでっち上げたなど、陰謀論のようなものまであった。いろんなことを考える人がいるわね。少しうんざりしながらも、泉はどこか引っかかるものがあった。何が気になっているのかはっきりとはわからない。ありきたりな言い方をするなら、ジャーナリストとしての勘ということになるのだろうが、 直感とも違う何かである気がした。なんだか気持ち悪いわね。霧がかかったような思考が落ち着かず、気分転換に街に出ようと、椅子から立ち上がってクローゼットを開けた。SNS への投稿は、インパクトは十分だった。夏目も、いや、警察という立場では思いつかなかったことかもしれない。 警察が自分たちで情報提供を呼びかけるならともかく、保護された少女自らが発信することは、世間の予期せぬ反応を引き起こすことになるかもしれず、上はそういったことを最も嫌う。コメントを追うだけでも大変な作業ね。パソコンに貼り付いているせいか、首回りが固くなってきて、立ち上がって運動したい衝動に駆られたが、周囲の刑事たちが忙しく動き回っている中で、 さすがにそれは難しいと、両腕を思い切り上に伸ばした。こんなもので本当にうまくいくのかデスクに座ったまま首を回していると、ハスヌマが声をかけてきた。反応は上々よ。それだけじゃ意味がない。反応が良くても、小坂前が言っていることを裏付ける情報が来ないなら、ただの時間の無駄だ。案の定、 同情のコメントや基金を作るとかっていうものばかりで、役に立ちそうなものは何も来てないじゃないか。ぶつぶつ言ってる割には、ちゃんと見てるのね、コメント。念のためだ。こんなとっぴなこと、もし何も成果が出なかったら責任問題だぞ。そんなこと考えてたら何もできないわよ。捜査に行き詰まっているわけだし、できることはした方がいいと私は思う。 何でもやればいいってもんじゃない。地道な操作が大事なんだよ。偉そうなこと言ってるけど、あなたは何か掴んだの掴んでても、まだ話す気はない。私はまだ、小坂舞を信用したわけではないしな。だったら自分の仕事に、だいたい水原、お前は自分のことがあるから、同情的になっているんじゃないのか捜査に指示を持ち込むのは問題だぞ。 どういう意味かしら調べたぞ、この間の事件。あのシーナって男のことと、お前のこと。それがあるから、似たような目にあったらしい女に感情移入してるんじゃないのかどうなんだ、水原警部。そんなことは全くないとは言えないかもね。ふん、あっさり認めたな。そんなことで、 だけど。だからって、捜査に市場を挟みはしないわ。どうだかな人の傷に塩を塗ってる暇があるなら、仕事したら。私が何を言っても、あなたは不満を言うだけでしょうし、時間の無駄じゃない。ふん。はずぬ警部。んなんだよ、吉村。今の発言。 どうなんですかね吉村君。何がだ何がって人の傷跡えぐるような真似して、恥ずかしくないんですか私は水原が捜査に史上を挟んでいると感じたからそう言っただけだ。何の問題があるそれなら、その部分だけを指摘すればいいでしょう。シーナの件がどうこうなんて、言う必要がない。言った方がわかりやすい。 言わなくても伝わりますよ。なんだよ。随分と反抗的だな、吉村。大切な水原警部を傷つけられて怒ってるのかな、ふん、いいか。今回は許してやるが、口の聞き方に気をつけろ。私は警部、お前は平野刑事だ。勤続年数も私の方が長い。今度ふざけた口を聞いたら、ただじゃすまさん。そんな脅して いいのよ、吉村君。水原さん。いいの、私なら大丈夫だから。夏目は吉村を制しながら、デスクの下で右手に力が入るのを感じた。明日沼はそんな二人を見て、ふんと鼻を鳴らすと部屋を出て行った。吉村君。夏目は目を閉じながら言った。 はい。ありがとう。いえ、お礼を言われるようなことじゃ。でもね、彼に何を言っても無駄よ。吉村君自身が変に目をつけられないように気をつけて。水原さん。その通りですよ。二人の間に割って入るように、殿原が言った。自分の上司ながら、 もう少し言い方ないのかなって思うことあります。上司だから逆らえないんですけど。黒節眼鏡をかけて下から覗くようにして喋る殿原は、刑事というより、昔のオタクのイメージそのままのサラリーマンという雰囲気がある。あまり喋らず、上に付き従う印象が強いだけに、夏目は少し驚いた。逆らわなくてもいいと思うわよ。 彼には、あなたみたいなタイプがあってんのかも。でもあまりひどいようなら、ちゃんと言った方がいいわ。今は警察でも、パワハラに厳しくなったからね。ええー、そうですね。すみません。話に混ざってしまって。僕ももう行きます。トナーラは、照れるように髪をボサボサといじると、自分のデスクに戻っていった。 さてっと。夏目はわざと聞こえるような声で言うと吉村を見た。今のやりとりの間にもコメントは増えてるわ。情報提供の電話やメールも来てるみたいだし、整理しましょう。はい。目の前のことに集中できていないのはわかっている。しかし、気分転換するより、集中するようにした方がいい。 そうすれば結果的に気持ちも晴れていく。水原さん。自分のデスクに戻って吉村が走ってきた。どうしたの情報を提供したらしい人からのメールなんですが。吉村は自分のノートパソコンを夏目のデスクに置いて見えるようにモニターを動かした。スラッと見ました。小坂って有効について直接的な情報ではないですが。 家でなんかで帰る場所がない10代の子を勧誘して、風俗で働かせるために共同生活させてるって噂がある場所があります。もしかしたら、そこにいた子かもしれないと思ってメールしました。ただ、私もその話が本当なのか、自分で確かめたわけではありません。噂レベルですが、もし興味があれば、その店の名前を教えます。 桜井という名の署名で書かれたメールには、そう書かれていた。どうします連絡を取ってみましょう。メールを返信してもらってもいいわかりました。すぐに。吉村は、その場で返信メールを作成し、夏目に見せた後で送信した。他にも何か情報があるかもしれないわ。大変だけど、確認しましょう。はい。 桜井が送ってきた情報が正しいとして、眉がそこにいたというなら、店で働かせるために、という可能性も考えられる。しかし、あの絵の印象とは少し違う気がする。メールがただのいたずらなのか、それとも、眉の言っていることに、真実ではないことが含まれているのか。今はとにかく情報。夏目はそう思い直して、情報精査を続けた。 いつまでこの状態が続くだろうか。マユは警視庁の一室に作られた自分の部屋で壁に寄りかかりながら思った。スラッドにはたくさんのコメントが寄せられており、自分でも確認しているが、中には心のないものもあり、そういったものを見るたびに胸がズキンとした。でも、そんなものなのかもしれない。 同情のコメントを書いている人も、本心でそう思っているわけではなく、かわいそうな女の子に同情している自分が好きなだけなのだ。絶対に、そうに決まっている。舞は壁に折りかかったまま膝を抱えた。目を閉じると、いろいろなことが浮かんでくる。きっと、自分ぐらいの年頃の子が思うのは、友達のこと、学校のこと。 バイト先のいい感じの男の子や彼氏、そういうものなのだろう。だが、前の心に浮かんでくるものは、どれも黒く、ドロッとしたものが付着している。思い出そうにも、カメラに黒いペンキでもかけられたように、何も見えないものもある。その時、確実に自分はそこにいたはずなのに、妄想じゃないはずなのに、黒いそれは、どれだけ払おうとしても払えず、 払おうとする手はいつも震える。こんなことは望んでいなかった。ただ、普通に暮らしていきたかった。でも、許されなかった。小さい頃から。今も、きっとこれからも。マナ。不意に声が漏れた。暖かさと悲しみ、ぬくもりと寂しさ。 感情が溢れて、思わず下を向いた。涙は見せたくない。泣くことに意味はない。それは何の助けにもならず、時には相手を喜ばせる。コンコン。舞ちゃん、水原です。開けてもいいどうぞ。何度か深呼吸して、不れを抑えながら言った。調子はどう 夏目は、優しい声で言った。わからない。そう。でも、焦らなくていいわ。そう言って、畳の上に座った。何か、昨日までと少し違う気がしたが、壁から動かずに、そのまま視線だけを向けた。あのね、まゆちゃん。ちょっと確認したいことがあるの。何 あなたが逃げてきた場所は、尻込町のあたり。どうそうかもしれないけど、はっきりとは思い出せない。じゃあ、黒バラって店に聞き覚えは知ってるのね。別にあなたを責める気はないの。ただ、教えてほしいの。苦しいと思うけど、 知ってるなら話してほしい。知らない。本当にうん。黒バラって、何のこと男性や行く店の名前よ。お酒飲むところ違うわ。じゃあ、私みたいなやつ。 そういう店で働いたことがあるのうん。ただ、同じなのかなって。好きでもない男の人を相手にする。同じところもあるけど、少し違うかな。女の私が言うのも変だけど。何が違うのそういうお店で働く女性は、ちゃんとお給料をもらってる。人気が出れば、 大金を稼ぐことも可能。その分、心と体のストレスはかなりのものでしょうけどね。でも、まゆちゃんがいた場所は、そういうところじゃないんでしょう。あなたは、ただ。うん。ごめんね。もしかしたらって思って、確認がしたかったの。また後で話しましょう。待って。ん 思い出した、少しだけだけど。どんなこと相手の男の人、全員じゃない。でも、スーツ姿の人と、デニムパンツに、高そうな時計をつけている人のことは、その二人がどんなことを話していたかわかる規制がどうとか、先生とか。 そのデニムの人が、スーツの人、先生って。規制、先生。政治家ってことわからない。でも、その二人にも、私、他に思い出せない、二人が話していたこと。うんっと、これからもよろしくお願いしますとか。 まだまだ私たちの影響力は強いとか。それを言ったのはデニムの人うん。他にも何か言ってたけど、難しい言葉でわからなかった。わかった。今の話だけでも十分よ。また何か思い出したら教えてくれるうん。ありがとう。 お姉ちゃん,んその人たち捕まる捕まえるわあなたにひどいことをした罪を償わせないとねうん夏目は前にハグをすると部屋を出て行ったかすかに残ったぬくもりを逃がさないように自分を楽に腕を回すもう少し まだ足りない。イは次の投稿の内容を考えるためにパソコンの前に体を移した。メディア関係者と保護施設泉は夏目からの電話に思わず聞き返した。目の前にはイのスラットが映ったタブレットが置いてあり、その横には記事用のメモを書いているノートパソコンが スリープボードで主人に触れてもらえるのを待っている。うん。どういう関係かわからないけど、泉ならそういうの詳しいかなって。うーん。調べてみないと何ともだけど、その子がいた場所が保護施設だと仮定して、その施設の運用に、メディア関係者と政治家が絡んでるかもってことそう。 貧困ビジネスの類かな。法律が厳しくなってから減ってきてはいるけど。そうよね。でもだからって、そういうことをする連中が簡単に諦めると思う。まあね。メディアを使って自分たちがやっていることの印象を良くして、既得権益で繋がっている政治家も味方につけて、その見返りに。調べられる やってみるわ。ありがとう。私たちは別で調べることがあるから、助かるわ。別ってまゆちゃんのスラットを見て、うちに情報提供のメールをしてきた人がいたの。そのこと。それはどんな話まだ話せない。そっか、わかった。とにかく、今の件を調べてみるわ。 ありがとう。じゃあまた。あ、待って。何私も、ちょっと気になることがあるの。どんなことまゆちゃんのスラット、ずっと見てるんだけど、ちょくちょくコメントも返してるのね。ええ。感謝を伝えるだけなら、いいって言ったん。スラットでのやりとりが気になるの マユちゃんってスマホを持ってなかったのよね。うん。これまで SNS で発信したこともない。見てたことはあるとは言ってたけど、発信したことはないと言ってたわ。うーん。何私の感覚の問題かもしれないけど、なんか慣れてる気がするのよね。SNS のやりとりに。 前にも使ってたことがあるんじゃないかってこと。ええ。SNS で不特定多数の人とやりとりするのって、チャットツールで友達とやりとりするのとは違うから、慣れが必要だと思う。でも、見てただけでこんなにスムーズにやりとりできるのかなって。若いからすぐにできるようになるってことで片付く話かもしれないけど。例えば何か理由があって、 最初からスラットで発信することを決めていたとしたらどうどうってそれってつまり、今やってることに何か意図があるってこと例えばだけどね。でもそう考えると、慣れているように見える理由も説明できるかなって。でももし、もし計画的にやってるとしたら、理由は何だと思う いたずらにしては手が込みすぎだし、もし嘘だったってなったら、警察に調べられるだけじゃなく、コメントをくれている人たちからも叩かれることになるわ。なのに。だから、例えばってこと。でも、いくら記憶が曖昧いだからって言っても、思い出せないことが多すぎる気がするのよね。そこは、確かにね。 私が気になったのはそんなところ。じゃあさっきの件、調べて連絡するね。うん。電話の向こうの夏目は、迷っているように感じた。おそらく本人も、何かおかしいことには気づいているのだろうと、泉は思った。気づいてもなお、マユのことを信じたいのか、嘘をついているとは思えない何かがあるのか。気になったが、 ノートパソコンの目を覚まさせると、夏目からの依頼の件に意識を向けた。メディアの既得権益と保護施設。不意に言葉が漏れる。いわゆる大手メディアと呼ばれる局は、2011年にデジタル放送が開始された後も、連覇オークションをやろうとする動きに反発し、特定の政治家や団体を証拠もなく、時には証拠を捏造してでも叩き、 自分たちの権益を守ってくれる政治家や団体に対しては、何をやっても大きく取り上げないどころか、それ自体なかったように報じないことさえある。そういった姿勢や、垂れ流したフェイクを、ネット上で指摘されても彼らは意に返さない。自分たちは常に正しく、馬鹿な国民は自分たちが流す情報を信じていればいいとでも言わんばかりに、視聴率が落ちようが、部数が落ちようが、 態度を改めることはしない。しかし、ネットと戦える知恵も力もないから、必死に既得権益を守り、どんなに誤った情報を流そうとお構いなしに、自分たちの利益を守ることに必死になる。泉はその姿に、かつて既得権益を守ること、自分たちが甘い汁を吸い続けることだけを追求し、本来すべき仕事を放棄した結果、 未曽有の大事故を引き起こした航空会社のことを思い出した。大手メディアにとって、正しい情報を国民に届けることより、フェイクを垂れ流し続けてでも、自分たちの利益を守ることが重要ということだろう。泉自身も、以前大手メディアの一つである、朝丸テレビ系列である朝丸新聞の記者とやり合った後、何度も嫌がらせやストーカーのような行為を受けたことがある。 今はほとんどなくなったが、恐怖を感じて夏目に相談もした。結局証拠らしい証拠は出ずに、実質的に被害も出ていないことが、特に動きはしなかったが、それらが始まったタイミングを考えると、彼らによる嫌がらせであることはほぼ確実だった。本当にメディア関係者が絡んでるなら、燃えてくるわね。ネットの検索とチェックをしながらつぶやく。 もしまた、スクープになるようなことが出てきた場合、同じような嫌がらせを受ける可能性もある。しかし次にそうなった時は、どうするか決めてある。メディアでも紹介されたものってなると、このあたりね。ネットで調べた結果、4つの施設が出てきた。いずれも NPO 法人で、家出少女や DV で困っている女性を保護、支援する施設で、 国からの補助金、助成金、寄付などで運営しており、ざっと調べたところでは、資金面で怪しい部分はなさそうだった。表面的な部分だけを見れば、だが。キサラギの家、灯火、ホワイトウィンド、安らぎの友。のの NPO も、代表者は女性で、それぞれの SNS アカウントを持っており、 不定期ではあるが発信している。夢の美智子、大見幸恵、高波沙織、吉川彩子。法人名と代表者の名前をノートに書き、紐付ける。まゆちゃんの投稿には誰も反応してないわね。身元不明のかわいそうな少女が助けを求めている。自分たちの施設に引き取るかどうかはともかく、 手を上げることぐらいのことをしても良さそうだし、これだけ世間に騒がれ、ニュースになっている内容を知らないとも思えない。ジャーナリストの本領発揮ね。泉は、NPO それぞれのウェブサイトを表示すると、仕事用のスマホを手に取った。眉が保護されてから5日が過ぎていた。スラットへのコメントは、 相変わらず増え続けており、眉が一つつぶやくたびに、たくさんのいいねとコメントがついた。メールや電話による情報提供は横ばいで、あの桜井という人物からの情報以外、これといったものはなかった。桜井の話は、本当だったみたいです。外から戻ってきた吉村が言った。裏が取れたの。直接話せて。 彼が言う風俗店の場所も確認しました。いわゆる高級店みたいです。経営者は、藍沢博人、39歳。詳しい経歴はまだこれからですけど、彼の経営する店では、とても若くて教養のある女性が働いてるって話です。有名人にも常連がいるとか。とても若い、ね。僕は藍沢を調べてみようと思いますが、 いいですかねええ、そっちは任せるわ。わかりました。じゃあ。ミラミデ警視正、お疲れ様です。突然、捜査一課の部屋に緊張が走った。ああ、ご苦労さん。現場はもちろん、捜査一課の部屋にもほとんど顔を出さないミラミレが現れたのだから、無理もないかもしれない。薄くなった頭に、 一つ大きなサイズではないかと思えるスーツ。靴だけは綺麗に磨かれているが、53歳という年齢と肩書きを考えると、貫禄が足りていないのは誰の目にも明らかだった。随分と騒ぎになっているようだね。夏目のデスクの前まで来ると、未見にしわを寄せながら言った。南で警視祭、お疲れ様です。 小坂舞のことでしょうかそれ以外に何があるのかね騒ぎにはなっていますが、情報も集まってきています。小坂舞が逃げてきた場所についても、少しずつわかってきています。ほう、それは結構なことだが、ハ沼君の話では、どこから逃げてきたというのは、本当かどうかわからないそうじゃないか。 疑う気持ちはわかりますが、私は事件性があると考えています。君がどう考えているかは、この際どうでもいいのだよ、水原君。どうでもいいまだ事件だとわかったわけでもないのに、こんな騒ぎにしてしまって、もしこれで何も出なかったらどうするつもりなのかね。対応するのは私たち上の人間なのだよ。 もしそのようなことがあれば、私が自分で謝罪でも何でもします。メディアの前にも出ますよ。はぁ、あ、わかっとらんな君は。いいかね。そんなことをすれば、私の監督責任も問われるし、部下に言わせて自分は責任を取らない奴だと思われて、印象も悪くなるんだよ。そうだぞ、水原。まったくお前って女は。 組織ってもんが分かってない。いつの間にか外から戻ってきたらしいハスヌマが言った。警視制、ご心配なく。どうなっても警視制にはご迷惑をかけないように、私の方で何とかしますので。なあ、トノラ。はい、もちろんです。そうか。まあ君らがそう言うなら、任せよ。くれぐれも、よろしく頼むよ。 承知しております。ハス沼が深々と頭を下げると、南ではすっと左手を上げて、部屋を出て行った。よかったな、あの程度で済んで。ハス沼が見下ろすように言った。そうね、無駄な時間を取られずに済んだわ。たく、少しは上を敬えよ。あの人はお前よりずっと立場が上なんだぞ。 言いたいことはそれだけ何私は忙しいの。捜査に関することじゃないなら、話すことはないわ。捜査に関することもあるぞ。あの小坂真由って女、どれだけ調べても耳元がわからない。もしかして、偽名なんじゃないのか偽名ですってそうだ。もしそうだとすると、 いよいよ怪しいぞ。なぜ偽名を使うなぜそんなことをする必要がある本名を語るとまずい何かがあるからだろう。本当に偽名ならね。確かめてきてやろうか。あなたがまあ、別に構わないだろう。私にも話を聞く権利がある。いや、権限かな。お断りするわ。なぜお前がそんなことを決める あの子は今、少しずつ記憶を取り戻してきてる。そこにあなたが、いつもの調子で話を聞き出したら、また心を閉ざしてしまうかもしれないし、恐怖で記憶が閉じてしまうかもしれないわ。閉じるなら、また開かせてやればいいだろう。そういうやり方はしないようにって、精神科医とカウンセラーの先生に言われたでしょ。ふん。連中は操作のプロじゃない。 もう保護してから5日も経ってるんだ。構わないだろ。ダメね。一週間は様子を見て、また一週間後に二人と話をして、その後の診断結果が出るまでは、そんなやり方は許されない。優等生みたいな口ぶりだが、お前らって強硬な手段を取ることもあるだろうか。ええ。でもあなたみたいに、常にそういう手段を選ぶわけじゃない。 一緒にしないでね。この。まあまあ、ハ谷ヌ警部。言い争いをしてもあれですし、僕らは僕らへ捜査を続けましょう。殿原。ふん、そうだな。殿原に眺められ、ハ谷沼は夏目に背中を向けると、再び外に出て行った。まったく。思わずため息が漏れる。と。 吉村が待っていたようにコーヒーカップを置いた。ありがとう、吉村君。随分とタイミングがいいのね。きっと、飲みたくなるだろうと思って。当たりよ。よく分かったわね。そりゃ僕は、いえ、なんでもないです。例の件、調べます。暖かい。コーヒーが体の中を流れて、 カフェインが体中に行き渡ると、夏目は呼吸がゆっくりになった。偽名。ふと、初沼の言ったことが浮かんできた。もし、小坂舞という名前が偽名なのだとしたら、何のために偽名を使っているのだろうか。うわっ。完全に思考の中に意識がいっていたせいか、スマホがデスクを鳴らした音とに、声が出た。 液晶には、泉の名前が表示されている。もしもし、夏目今大丈夫うん。何か分かったのメディアに紹介されたことがある施設と、その施設を運営している NPO を調べたわ。うち一つは、代表者と話ができた。結果は黒い噂があるようなものは、 今のところ出てないわ。でも、一応私が調べた情報を送る。それぞれの代表の顔写真も一緒に。顔写真そうか。舞ちゃんは自分がいた場所にお母さんのような人がいたって言ってた。そう。そのお母さんが代表者と同一人物かわからないけど、私が調べた NBO の代表は全員女性。 本人に見せてみるのはありでしょそうね。ん何か気になるのあの子、ようやく落ち着いて、いろいろ思い出し始めたところなの。写真を見せたら、一気に全て思い出すかもしれない。でもそれは、精神的にかなり不可のはず。そうかもね。けど解決したいなら、 向き合わないといけない。そのことを誰よりも分かってるのは、あなたじゃない夏目。うん。もちろん、写真を見せるか見せないかは夏目の判断。でもメールは知っておくから、確認して。分かった。ありがとう。うん。じゃあまたね。電話を切って数分待っていると、 泉からメールが届いた。そこには、そこには、四つの NPO の情報と一緒に、四枚の写真も添付されていた。一見すると優しそうな雰囲気ね。そういう風に写真を撮ってるんだろうし、当然か。でもなんだか全員、そこが知れないような、この微笑みの背後に、何か隠しているような感じがするわね。 一通り写真を見てから資料を確認する。女性の権利、女性が働きやすい国。なんだか政治家みたいね。ビジョンは立派だし、女性というだけで差別されるのはおかしいと思うけど、権利ばかり主張してて、ちょっと違和感ね。困っている人を助けるのはいいけど、柔軟性に欠ける。どの NPO も、 表面的には多少違っていても、本質的に言っていることは同じに思えた。安らぎの友に関しては、振り切ってしまっていて、夏目としては違和感が強かったが、メディアには受けそうな気もした。もしこの中の誰かが、支援金や寄付をより多くもらうために、保護した女性たちを利用して、入ってきたお金をキックバックして、優位になるようにしていたとしたら、 マユちゃんがいた場所は保護しつつであったかもしれないけど、それは形だけで、目的は運営者とキックバックを受け取る連中の利権のため。捜査二課に相談した方がいいかな。大黒さんなら何か知ってるかも。夏目は、前にある事件で捜査協力をした2課の大黒のことを思い出した。夏目の上司である牧田警視と同期の男で、 癖は強いが、人間的には悪くない。一瞬椅子から立ちかけて、もう一度体を戻した。その前に、前に写真を見せるべきかもしれない。四枚の写真を印刷して、今度こそ席を立ってコピー機のところまで行くと、写真を取り出した。これを眉に、本当にいいのだろうか。事件解決に役立つかもしれない。 けど、あの子の心は。夏目は小さく首を振ると、印刷した写真を持って前の部屋に足を向けた。コンコン。イちゃん、話せる声をかけると、ドアが開いてイが顔を出した。何見てもらいたいものがあるのイは、 なつめが手に持っている写真に一瞬目をやると、顔を上に向けた。見せたいものって、中で話しましょう。中は無理やり部屋に入ると、ドアを閉めた。ごめんね。もしかしたら、また辛いことを思い出してしまうかもしれないけど、あなたを助けるためにもなることだから。そう言って、 夏目はテーブルの上に四枚の写真を置いた。イは体をビクッとさせて写真から目を背けた。舞ちゃん。お願い。この中にあなたの言ってたお母さんみたいな人がいるなら指を指して教えて。やだよ。怖いよ。 舞は体を横に向けて膝を抱えた。小さな体をさらに縮めて、隠れるようにしてうつむく。怖いよね。私もわかるよ。怖い気持ち。でもね、教えてほしい。誰があなたを舞はゆっくりと体を動かして、夏目の左手を握ってから、 一枚の写真を指さした。この人がお母さん。手を握ったまま小さく頷く。わかったじゃあもう一つだけ思い出して。まゆちゃんがいた家はどこあなたはどこから逃げてきたの詳しくはわからない。住所とかもわからない。 大体の場所でも大丈夫よ。家の裏側に、林があった。写真を見たら思い出せるわからない。見てみてくれるうん。夏目はスマホを取り出すと、前からさらに情報を聞き出し、検索して、衛星画像を表示した。さらに表情を立体にして、 歩いている時の目線で見られるようにして、前の方に向けた。この辺り近く場所を移動して表示させられるイは何度か間違えながらも道を移動し、ある場所が映ったところで、夏目にスマホを渡した。ここうん。 思い出した。お母さんの名前は、幸恵。苗名字は忘れちゃったけど、名前は幸恵。大見幸恵ね。チエね。夏目がテーブルに置いた写真を見ながら言うと、舞は黙って頷いた。その人が、たびたび私を連れ出して、知らない男の人の相手をさせた。 逃げたり、誰かに話したりしたら、ご飯も食べられなくなる。街に放り出すって。生きていくためには、拒めなかったのね。でも、もう無理だったの。おもちゃみたいに扱われて、乱暴にされたり、痛いことされたり、やめてって言っても、押さえつけられて。 私、私は、おもちゃじゃないよ。苦しいよ。イは、埋もれていた感情の蓋が開いたのか、うつむいて、震えながら言葉を吐き出した。もう二度と、そんな思いはさせないわ。抱きしめると、イは黙ったまま何度もうなずいた。 シャツの上から冷たいものを感じる。溢れて止まらなくなった思いが、肌を通して夏目の中にも伝わってきた。思い出してくれて、ありがとう。あとは任せて。髪を撫でながらつぶやく。水原さん、ちょっといいですか部屋の外から吉村が言った。どうしたの 見て欲しいものが。わかった、すぐに行くわ。答えてから、夏目はまた前の髪をなでた。もうすぐ終わるわ。これからどうするかは、終わったら一緒に考えましょう。そう言ってから立ち上がると、部屋を出た。お待たせ、吉村君。一家の部屋に戻ると、吉村は夏目のデスクのそばに立っていた。 例の件、調べました。藍沢の件。はい。やはり働いているこの中には、未成年の子もいる可能性があります。任意ですが、これから話を聞きに行こうと思います。そっちはそっちで、放っておけないわね。そっちはって。まゆちゃんがいた場所が分かったわ。えでも、 相沢のところじゃない。NPO 法人ともしみの代表者、大見幸恵が運営する保護施設。というか、共同生活する家ってところかな。そこには、あの子以外にも子供が。多分ね、舞ちゃんは、たびたび大見幸恵に連れ出されて、男の相手をさせられてたみたい。その相手の絵なのかはわからないけど。 じゃあ、大見幸恵を。そうしたいところだけど、まだ証拠はないわ。話を聞きに行っても正直に話すわけないし、警戒させてしまうだけ。だから、まゆちゃんがいた家に行く。いつです今日、これからよ。僕はどうすれば吉村君は、相沢の方へ行って。でも、 相沢はあの子の件では無関係なんですよね。水原さん。もしかしたら何か知ってるかもしれない。相沢の子供。え、どういうことですかとにかく、相沢の方をお願い。私は人を連れて、まゆちゃんが教えてくれた家に行くわ。夏目は捜査一課の部屋を出ると、南出のところに向かった。 大井幸恵は、メディア関係者や政治家と繋がっている可能性もある。そうなると、まだ本人には話を聞かないにしろ。家に踏み込むことで問題も起こり得る。その時、南出が何も知らなかった場合、捜査に不利な判断をしかねない。先に話を通して、身構えさせておいた方がいい。歩きながら、頭の中でどう説明するか整理すると、南出がいる部屋をノックした。 夏目が部屋を出て行った後、舞はしばらくぼーっとして、ドアを見つめていた。これで終わるのだろうか。あの家でのことがすべて明るみになれば、自由に。だが、舞の心は相変わらず不安で覆われていた。もうあの家に戻ることがなかったとしても、自由になれたとしても、自分に一体どれほどの選択肢があるだろう。頑張ったとしても、 喜んでくれる人もいない。いつもそうだった。親に言われた通りにやっても、褒められることはない。当然のことのように思われて、ほんのわずかな食事をもらえるだけ。あんな親のもとに生まれた時点で、人生は決まっているのだ。それが全てで、結局人生は生まれと環境で決まる。そうに決まっている。違うなら、 私はこんな風になってない。押し寄せる黒い波に、舞は頭のてっぺんまで沈み、眠りへの誘惑に駆られたが、睡眠に顔を出して自分のすべきことを口にした。もう少し、終わらせるのは全部終わってから。光を当ててから。そしてまた、膝を抱えて目を閉じた。 光栄です。水原警部と一緒に捜査できるなんて。ハンドルを握る元田さつきの肩には明らかに力が入っている。目はキラキラと輝き、今自分が曲がっている場所の意味よりも、夏目が隣に座っていることに興奮しているらしい。私、まだほとんど外に出させてもらってなくて、こうやって水原警部と一緒に現場に向かえるなんて、思っても見なくて。 本当に嬉しいんです。私を慕ってくれるのは嬉しいけど、運転気をつけてね。はい。そういった体には、より力が入ったように見える。あの、水原警部、何家宅捜索の令状を取ってないんですよね。ええ。じゃあその、 ドラマや映画みたいに踏み込むわけじゃなくて。ま、ゆちゃんの証言通りなら、部屋の中に入れば証拠は出るわ。証言通りじゃなかったら。あの子は嘘はついていない。家に男たちがいるかどうかはわからないけど、保護という名のもとに囚われている女性はいるはずよ。そうですよね。その子たちを保護して話を聞ければ。 大見幸恵が運営しているらしいその家は、調べても施設名は出てこなかった。訳ありの女性たちが保護されている場所だから、住所を公にしていないのも当然かもしれないが、届け出が出されている中にも入っていない。それはつまり、届け出が出せない。あるいは出したくない理由がある。その理由が、前の証言とイコールだと考えると、辻つま合う気がした。 もう少しですね。サツキがカーナビを見ながらつぶやく。その家は住宅街から少し離れており、あまり人の往来する場所ではなかった。普通に住む場所としても悪くない。家と家の間には距離があり、立ち並んでいる感じでもない。バスも通れないような狭い道の、さらに一本奥に入った乗用車一台分ぐらいの広さの道があり、 前の言った通り、家の裏側には林が広がっている。あれですね。目的の家が見えると、サスキはスピードを緩めた。家の前に車を止めて。夏目が言うと、サスキはうなずいでハンドルを回した。私と本田さんが行くから、四人は外で待機して、合図を待って。無線で言うと、 夏目は車を降りた家は2階建てで外壁は白く周りには1メートルぐらいの白い壁がある玄関のドアに続く部分には黒い格子状の扉がありドアまでの距離は5メートルほど外の格子は簡単に開けることができた夏目と佐々木は周囲に意識を向けながら静かに玄関に近づいた インターホンを押す。かすかに中に音が響いているのが聞こえる。インターホンに反応はなく、ノックもする。しかし、相変わらず反応はない。ミ原ーラ警部。夏目はドアに手をかけた。レバーハンドル式のドアはあっさりと下に降り、ドアは外側に動いた。開いてる 勢いよくドアを開け中を見る。えサツキは視線を左右に動かしながら呆然としている。三原警部、これって夏目も状況を整理するのに時間がかかった。家には誰もいないどころか何もない。家具も冷蔵庫やテレビも人が生活していれば必ずあるだろうものが何一つなかった。 家を間違えたさつきがつぶやく。間違えてないわ。それに、何もないけど、新築の家でもないし、賃貸で不動産屋が管理しているような感じでもない。誰かが住んでいたけど、出て行ったんだと思う。でも、それにしては綺麗すぎませんかさつきの言うことはもっともだった。賃貸で引っ越した後に、 クリーニングされた状況とも違っているが、だからといって、例えば昨日まで人が住んでいたと考えるのが難しいほど、どの部屋も綺麗になっていた。強いて言えば、誇り一つないのが、清掃してから間もないと考えられることぐらいで、生活の跡は残っていない。どういうことなんですかね、ま、ゆちゃんの話が嘘だったってこと サツキの言葉には答えず、夏目は家の中を見て回った。花壇一階のリビングから見える庭に花壇があった。十本以上のひまわりが太陽に向かって伸びており、雑草も生えていないところを見ると、やはり直近まで人はいて、少なくとも手入れはされていたはず。夏目は花壇も含めて部屋の写真を撮った。 あとで検証するためだが、踏み込みとしては、ふがすと言わざるを得なかった。ピリリッと、パンツのポケットに入れたとスマホが鳴った。はい。水原さん、吉村です。相談は確保しました。任意ですが、別に話すだけなら構わないって、あっさり。そっちはどうです失敗ね。え、失敗 家は物気の殻。気になる点はあるけど、誰も、何もないわ。でも、あの子はそこだって。そうね。もう一度確認が必要ね。夏目は力なく言うと、電話を切った。本庁に戻りましょう。ここが犯罪の現場と断定できない以上、調べることもできないし。 何もなかっただって本庁に戻り、南出に報告すると、その顔には明るさまな不快感が浮かんだ。君は間違いないと言ったじゃないか。小坂舞の記憶は戻って、証言も取れた。家には他にも女性がいて、彼女たちを保護できれば犯罪を立証できると。君が自信を持って大丈夫だと言うから、私は許可したんだぞ。 なのに、何もなかったとはどういうことだね申し訳ありません。でも、家には確かについ最近まで生活していたと思われる痕跡もありました。どういう経緯かわかりませんが、私たちが家に行くことが数日前から知られていて、逃げ出したと考えることもできます。それは君の憶測だろう。今の時点では確かにそうです。 しかし、やめておけよ。恥の上乗りになるぞ。唐突にドアが開き、蓮沼が南出の部屋に入ってきた。ハ沼君、くん、ノックぐらいしたま前。申し訳ありません、南出警視正。急ぎだったものですから。急ぎとは、小坂前の正体が分かりました。正体ねえ。 小坂舞というのは偽名です。本名は舞畑ジュリア。年齢は17歳。警察には届け出が出されていませんが、詐欺の常習犯です。なんだってじゃあ私たちは、あの娘一人に騙されたと。そういうことになると思います。まあ、これから調べてみないとわかりませんが、あの娘が証言した家には何もなかったんでしょう。 そこに証拠でもあれば話は違いましたが、何もなかったなら、まあ、騙されたことになりますね。なあ、水原。なんてことだ。SNS であんなに騒がれて、情報収集までして、その結果が、警視庁は小娘一人に騙されて、ありもしない事件を負わされていたなんて。こんなことが世間に知れたら、 信用問題になる。その通りです。初沼は、夏目を押しのけるように前に出た。申し訳ないですが、南出警視制はこの状況を速やかに処理するように動いてください。私は小坂真由、いや、前方ジュリアから話を聞きます。まあ、被害届も出ていませんし、ことを荒立てないという意味では、状況だけ把握して、 施設に入れてしまうのもいいかと思います。また詐欺を働かないように、施設に警察の人間を置くことも考えた方がいいかもしれませんが、それでも、こんな恥を世間に広めてしまうよりましです。うん。君の言う通りだな、初沼君。よく調べた。私はその方向で動く。小坂舞のことは頼むよ。承知しました。文句ないよな。 水原。あるわよ。何あの子の本名、どうやって調べたのそりゃ企業秘密ってやつだ。私はずっと、あの娘を疑ってた。お前と違ってな。それで、部下と三人で調べてたんだよ。ついでに言うと、両親が死んでるのは本当だ。未解決だが、四年ぐらい前に遺体が発見されてる。 他殺みたいだが、損傷が激しくて犯人を特定する証拠は見つけられなかったってことらしい。両親が死んで、あの娘は一人で生きていくために何でもやったんだろう。その中で詐欺の技術も身につけた。外見は悪くないからな。変態親父を手玉にとって金を奪うぐらいわけないだろう。生きるためっていう大義名分もある。そう考えると、同情の余地もある。 だから態度次第では、ことを荒立てずに済まそうと思う。今回話を聞いた連中も、未成年を金で買おうとした連中だったりで、被害届も出せないような奴らだしな。まあでもよかったじゃないか。お前の部下の吉村が連れてきた男も、何やら裏がありそうだ。そっちの取り調べでもすればいい。水原君。はい。君はもう、 この件からは外す。あとは、ハズぬま君に任せたまえ。承知しましたが、その前にあのこともう一度話をさせてください。なんだってそれは、構いませんよ、南出警視制。うん。まあ、はすぬまくがそう言うなら。ただし、余計なことはするなよ。あなたに言われるまでもないわ。 夏目は会釈し,して部屋を出ると、まっすぐに舞の部屋に向かった。コンコン。舞ちゃん、開けるわよ。答えを待たずにドアを開けると、舞は夏目の目を見た。見つかった夏目は、黙って首を横に振った。そんな、そんなはずないよ。絶対あの家だよ。 私の他にも女の子がいて、それで、何もなかったの。家はもぬけの枯れだった。数日前まで人がいたような感じはするけど、人どころか、生活用品も何もなかった。そんな、そんなことって。舞は、その場で膝をつき、溢れてくる涙をそのままに、 畳を掴むようにして叫んだ。どうしてどうしてよ何もないなんてありえない。私は、私はあの家で。落ち着いて、舞ちゃん。夏目は、泣き叫ぶ前の上半身を起こして、抱きしめた。何が起こってるのか、まだわからない。でも、 私はあなたが嘘をついているとは思ってないわ。けど、話してないこともあるわよね。何が起こってるのか、まだわからない。でも、私はあなたが嘘をついているとは思ってないわ。けど、話してないこともあるわよね。そう言うと、舞は体をビクッとさせた。小坂舞っていう名前は偽名。本名は、 前方ジュリア。これは正しい。どうして、正しいのね。あなたが偽名を使った理由は、なんとなくわかるわ。本名を出せば、あなたを閉じ込めていた人間、大海幸恵に気づかれる。だから偽名を使ったんでしょう。もう一つ教えて。 両親を亡くした後、大見幸恵の家に行くまでの間、人を騙してお金を取ったことがある。そのことで、どうこう言うつもりはないわ。正直に答えて。ある。でもそれは、生きるためだった、よね。生きるためでも、やっていいこととダメなことはある。あなたのしたことはダメなこと。 それはわかるわよね。うん。それがわかってればいい。相手にも問題があるみたいだし。私は、捕まるの別の刑事が、私が今言ったことについて話を聞くことになるわ。今回のことについても。お姉ちゃんじゃなくて、別の人もしかして、最初に話したあの人 ええ。やだよ。ごめんね。こればかりは仕方ないの。今の状況では。やだよ。確かに嘘はついたよ。名前も、人を騙したことも黙ってた。でもあの家に閉じ込められて、脅されて、男の相手をさせられたのは嘘じゃない。私、嘘なんて言ってないよ。 わかってる。わかってないよ。お姉ちゃんも、私のこと疑ってるんでしょ。いつもそう。大人はみんな、必ず私を疑う。親もみんな。ねえ、まゆちゃん。あの家でのことで、まだ話していないことはない。もし話してないことがあるなら、 今話して。何を言ったって意味ないじゃん。どうせ信じない。誰も。わかった。じゃあ、今は話さなくていいわ。私のことも信じなくていい。きっと、マ、ま、ユちゃんが出会ってきた大人たちはみんな、何もしないとか、大丈夫とかって、信じるように言ってきたんでしょう。 でも、信じるたびに裏切られた。そんな経験をしたら、誰も信じられなくなって当然よ。だから、私のことも信じなくていいし、私もまいちゃんに、信じてなんて言わない。代わりに、見てて。見るうん。私の行動を見てて。私は、 この件の捜査から外されちゃったけど、諦めたわけじゃない。私は、あなたのことを信じる。だから、私の行動を見てて。しばらく、直接話すことはできないかもしれないけど、できる限りのことはする。捜査も続ける。でも、外されちゃったって。え、ね、え。それでもできることはあるわ。 ここで諦めたら真実が埋もれてしまうし、まゆちゃんのことも助けられない。最初に言ったでしょ私が守ってあげるって。だから、まゆちゃんも負けないで。真相は必ず暴き出すから。まゆは返事はしなかった。だが夏目は一瞬強く抱きしめ、髪を撫でると立ち上がった。 そして、涙で頬を濡らした眉を見て、微笑んだ後、部屋を出た。まだ終わっていない。そう自分に言い聞かせて。泉は、待ち合わせの店、ファータの前まで来ると、腕時計に目をやった。ちょっと早かったかな。スマホを確認すると、少し遅れる。先に入っているというチャットが来ていた。 待っててもいいけど、人通りも多いし、入ってようかな。泉はスマホをポケットに入れると、ファータに入った。イタリア料理店で、トラットリアに該当するファータは、イタリアの郷土料理をアレンジした品が売りで、店内も堅苦しくなく、チェックのテーブルクロスに開けた店内。店員も私服に近い制服を着ており、 女性の一人客にも人気がある。いらっしゃいませ。お一人様ですか女性スタッフが微笑みながら言った。一人なんですけど、後から連れが一人来ます。では、お二人様ですね。こちらへどうぞ。案内された席に座ると、炭酸水を注文して、夏目が来るのを待つ。もう19時を回っているというのに、 外はまだ少し明るく、完全に日が落ちきっていない。明るいうちからアルコールを飲むことに抵抗がある泉は、なんとなく、早く日が沈んでほしいと感じた。飲みたい気分なのは私じゃなく、夏目のはずだけど、気持ちが映っちゃったかな。ごめん、お待たせ。ダークスーツに白いブラウスを着た夏目が席に座りながら言った。 お疲れ様。飲んでないの一人で飲み始めるのもね。外もちょっと明るいし。もう夜ってことでいいんじゃない時間的には。まあね。飲みたい気分。そうかもね。かもね。まだ終わってないから。真面目な話ってことね。うん。でも、 せっかくだから飲みましょう。二人は店員を呼んで、ワインと料理を数品頼んだ。いろいろと妙ね。食事を終え、ワインの二杯目を注文しながら、泉が言った。ええ。でも、今は公にその件には関われない。だから、協力して。何をすればいいの泉。 大見幸恵が代表をやっている NPO 法人。調べたでしょともしびってところ。うん。今送った写真、私たちが踏み込んだ家。物気の彼だったけど、何かあると思う。そこが大見幸恵が使っていた家だって証拠が欲しい。使ってたって前提になってるみたいだけど、確かなのその証拠がないから調べて欲しいってことはわかるけど。 マユちゃんは、その件については嘘はついていないと思う。まだ何か隠していることがあるみたいだけど、それは聞けるように手配してる。でも、少し時間がかかるわ。それまでに何もせずに待っているわけにはいかないの。吉村君が任意で連れてきた男っていうのは、何か関係があるのまだ何とも言えない。ただ、関係しているかどうかに関わらず、 未成年をお店で働かせてる可能性があるから、まずはそっちを聞いてみるつもり。わかった。あと、この件についてはすでにメディアが報じ始めてるわ。どこから嗅ぎつけたのかわからないけど、身元不明の少女は詐欺師だったのか、みたいなことを書いてるところもある。それについては、上が頭を悩ませてたわ。もっと穏便に済ませるつもりでいたからね。 ことなかれ主義ってやつそうね。嫌な話だけど。でも、もし夏目が考えるように、家には大見幸恵がいたのに、警察が訪ねてくる前に物気の殻になっていたとするなら、警察が来ることを少なくとも数日前には知ってたってことよね。どうやって知ったのかしら多分、警察内部に内通者がいる。 それは確か。今回の件は、大規模の捜査はしてなかった。踏み込んだ時も、私を入れて6人。だから、当初から事件について知っていた誰かが内通者ってことになると思う。検討はついてるの残念ながらまだね。捜査から外されても、いろいろ調べることがあるわね。ええ。だから協力してほしい。 もちろん OK よ。可愛い夏目のためなら。何それ友達のためならってこと。じゃあ、私は NPO 法人ともしみのことと、その家のこと。あとは、メディアの動きにも注意しておくわ。もしかしたら、そっちとも繋がってるかもしれないんでしょ確証はないけど、あり得ると思ってる。わかった。そっちは私に任せて。 ありがとう。その後、二人はもう一杯ずつワインを頼み、大仕事の前の緊張をほぐすように、会話に花を咲かせた。じゃあ、また連絡する。二十二時過ぎ、店の前で別れると、泉はタクシーに乗った。どこから手をつけるか、シャワー浴びながら考えようかな。潤いと心地いい揺れが、 まぶたを重くする。お客さん、着きましたよ。運転手の声に起こされ、いつの間にか寝てしまっていたことに気づいた。すみません。支払いはピスカで。タクシーを降りると、そこから20メートルほど歩き、マンションに着いた。気持ちいい風。おでった頬を、夜風が撫でるのが心地いい。 これから大変な仕事をするのは理解しているが、それも含めて気持ちは心地よく高揚していた。そのせいで、視線が向けられていることに気づかなかった。泉と会った翌日、夏目はいつもより30分ほど早く出勤した。やることはたくさんある。何か別の事件の捜査を振られない限り、時間もそれなりにある。 水原さん、おはようございます。吉村が、爽やかに言った。おはよう、吉村君。早いですね。あ、コーヒー入れましょうか。吉村君が飲むなら、一緒にお願いするわ。わかりました。すぐ入れますよ。ありがとうと言ってから、夏目はノートパソコンに目を向けた。モニターには、藍沢博人のプロフィールや、 経歴が映っている。相沢広人、37歳。高級風俗店を3店舗経営。10年前までは塾の経営者。野外活動で生徒が1人死亡。これ自体は事故ね。でも、メディアに叩かれて社会的に抹殺されたってところかしら。なるほど。思想が真っ当だったから、メディアの標的にされたのね。 ざっと読み終えると、吉村がコーヒーカップを持って戻ってきた。どうぞ。ありがとう。朝食を連想させる香りが美行を伝う。いい香りね。テンション上がりますよね。そうね。今日は元田さんはいるええ、出勤のはずです。彼女に何かうん、ちょっとね。 相沢に話を聞きたいけど、今日何時からだっけ9時からです。わかった。じゃあそれまで資料を読み込んでおくわ。おはようございます。そんな会話をしていると、さつきが入ってきた。モトラさん、おはよう。ちょっといいあ、はい。さつきはデスクにバッグを置くと、小走りで夏目の前に来た。 マユちゃんの様子はどう最初にここに来た時よりもっと無口です。すごく落ち込んでて突然泣き出してしまったりすることもあるみたいで、ハスンマ警部がブツブツ言ってました。サツキは小声で言った。わかった。悪いけど、引き続き様子を見ててあげて。わかりました。気づいたことがあれば報告します。 さつきは笑顔で言うと、自分のデスクに戻った。夏目はモニターに視線を戻し、藍様の資料の続きを読み始め、9時になると、取調べ室に向かった。おや、今日は女刑事さんか。夏目が取調べ室に入るなり、相沢は言った。不満いえいえ、男でも女でも、話ができる人間なら問題ない。 肩書きだけのバカは嫌いだけどね。男女問わず。アイザーは、そう言って口元を緩めた。座っていても身長が高いのがわかる。プロフィールによると、身長は183センチ。かなりがっちりとした体つきをしていて、単純な外見は年相応だが、惑っている雰囲気は、30代とは思えない貫禄がある。その頬の傷は 夏目は椅子に座りながら言った。こいつは昔、スジモンと喧嘩になった時につけられた傷ですよ。裏社会との付き合いもあるの職業柄もあるかもしれないが、知り合いはいる。けど、深い付き合いはないし、非合法なこともしてませんよ。そう。じゃあ担当直入に聞くわ。あなたの店で、 未成年を働かせてるっていう情報があるんだけど。それは語弊がありますね。どんな風に。うちの店で働く子は確かに若い子もいる。見た目10代の子もね。けど、みんな20歳を超えてます。語弊があるってことの答えにはなっていないようだけど。うちは、行き場をなくした未成年の子に、 住む場所を提供してる。まあ、いずれうちの店で働いてもらうことを最初に話して、それでもいいという子に限りますけどね。働くことを承諾した子には、住む場所、食事、それから教育を提供してる。教育え、ね、え。うちは高級店なので、一定レベル以上の教養が必要なんです。お客もそれなりの人間が多いので。 昔の吉原遊閣みたいなものですよ。花魁と呼ばれるランクまで行く女は、ただ見た目がいい女ってだけじゃなく、教養もあったり、ゲームを身につけてた。それなりの相手に話を合わせるには、教養がいる。だから教育も提供してるってわけです。どういうことを教えてるの一般的な学校で教わるような知識。 学校では教わらない日本の歴史、話し方、話の聞き方、哲学、いろいろですよ。それを教えてるのは、あなた俺が教えることもありますが、俺は主に男の従業員の方の教育をしてます。女性人のことはほとんどパートナーに任せてます。奥島クレアって女で、 俺が店を始めようと思った頃に出会って、クレアも訳ありな子だったんですよ。その奥島さんは、あなたの妻いえいえ、違います。恋人であり、ビジネスパートナーであり、友達でもあるってところですかね。なるほど。でも、本当に10代の子を店に出していないかは、改めて調べさせてもらうことになるわ。 ね、ええ、どうぞ。それに、店に出してないとしても、いわゆる家出少女のような子たちを集めてって、それ自体も問題になる可能性もあるわ。言いたいことはわかりますよ。けど、だったらその子たちのことは、誰が助けるんです俺は、自分のしてることは、 決して大っぴらに言えるようなことではないと思ってます。自分の職業についてもね。でもね、刑事さん。水原よ。失礼、水原刑事。例えば10代の子が、親からの虐待を受け続けていて、そこから逃げ出したいと思うのは当然でしょう。でも、逃げたところで行く場所はない。それでも耐えきれなくて逃げ出す。 行く当てもないし、普通に働いて一人で暮らしていくこともできない。そうなると行き着く先は裏社会だったり、私は真っ当な人間ですって顔をしてるエロ親父に体を売って、なんとか日銭を稼ぐ。でも、そんなことずっとできるはずもなく、家に戻ってもまた虐待を受けるだけ。そんな行き場のない子に場所を提供することが、単純に悪と言えるのか。 さっきも言った通り、俺は自分のしていることを正当化するつもりはない。だけど、虐待かもと思ったら通報してくれとか、そんなこと言っても難しいのが現実だし、仮にあなた方警察が、虐待から逃れて家出した少女を街で見かけたとき、寄り添ってやれますか補導して終わり、家に連絡して終わり、現実はそんなものじゃないですか虐待じゃなくても、 親に過度な期待をかけられて精神的に追い詰められてしまう子もいる。警察はそういう子たちの心に寄り添って話を聞いてやるだけの器を持っていますか。悔しいけど寄り添えてるかどうかってことで言うならできてるとは言い難いわね。そんなものでしょう。それについて責める気はありません。すべてを救うことはできないものです。だから俺は 水原刑事の言っていることが間違っているとは思わないし、繰り返しになるけど、俺がやっていることが正しいと言っているわけでもない。それでも、法や警察も守りきれていない、救いきれていない子供たちがいるってことは、認識しておいてもいいんじゃないですかね。偉そうな言い方で申し訳ないが。それに、正当化しているように聞こえるかもしれないけど、 俺のところで教養を身につければ、いずれ店を辞めても、他の仕事でもやっていける。それだけのことを教えてるつもりです。ご存知かもしれませんが、以前は塾を経営していたので。ええ、そうみたいね。事故のことは、俺に非があるのは間違いない。けど、メディアのやり方は、まあそれはいいか。とにかくうちは、 ブラック企業みたいに、店を辞められなくするような脅しもしなければ、契約もない。それでも、うちの店を辞めていく子は多くない。まあハードな仕事だから、日々いろいろあるのは確かですけどね。あなたの言い分はよくわかったわ。でも、さっきも言ったように、一応調べさせてもらうことになる。多分あなたの言うように、何も出ないんでしょうけどね。 そこは警察の捜査にお任せしますよ。話は以上ですかもう一つ、個人的に聞きたいことがある。何です小坂真由。いえ。前畑ジュリアって子、知ってる前畑ジュリアああ。十六、いや、今は十七になってるか。知ってるのね。ねえ。 一時期うちにいたことがあるので、あまり見ない名前らしちょっと変わった子だったから覚えてますよ。あなたのところにいたのはいつぐらい一年ぐらい前に街で会ったんですよ。中年の男に追われてるのを見て、助けたのが縁です。助けたって売春ですね。と言っても、本当に関係を持つわけじゃなく、騙して金だけ取る。 でもその時はバレたみたいで追いかけられたんですよ。金を返させてその場は収まりました。男の方も街で見かけた未成年とそういうことをしようとしていたわけで、それ以上強くは出られないですしね。それからあなたのところに、家で少女みたいだったんで自分がどんなことをしているのか話した上で、うちに来るかって言ったら来るというので連れて行きました。 その時、彼女は自分のことを話した。俺は直接は聞いてません。クレアから聞いた話だと、小さい頃から両親に、万引きとか窃盗とか、そういうことばかりさせられてきたらしくて、学校にも行っていなかったようです。登校したのは3日程度で、あとはずっと休学状態。小学校高学年になる頃には、父親からの性的虐待も始まった。 14歳になった頃、両親はやばいことに手を出して、遺体で発見されたそうです。証拠はないけど、まあ裏に手を突っ込んで消されたってところでしょうね。それからは一人で、街で男を相手にしたり、一時期は裏社会の男のところに身を寄せていたりもしたようですけど、その男とも別れて、その後はまあ、 両親が亡くなった後と同じようなことをしてたみたいです。俺と会うまで。そんな顔になる気持ち、わかりますよ。親は選べないと言うけど、外れにも程がある。あなたのところには、どれくらいいたの半年くらいです。今からちょうど半年くらい前に、家を出たいと言ってきて。理由を聞いたら、 子供の頃羨ましいと思っていたことをするためと言ってました。どういう意味かはわかりませんでしたが、止めても無駄って目をしてた。ジュリアは、これと決めたら最後までやるような、強い意志のある子で、それが目に出るんですよ。両親がもっと普通なら、いや、まあそれを言ってもしょうがないか。それであっさり出ることを許したの。許しましたよ。 言ったでしょ強制じゃないって。けど正直に言えば、いずれ戻ってくると思ってました。いずれうちで働いて、その後出ていくとしても、今はまだ行くあてもないだろうし、住む家があって勉強ができて、三食食事付きの条件は他にはなかなかないでしょうから。でも、戻ってこなかった。ま、そうですね。行った先がいい場所なら、 それでも良かったと思います。けど、今ジュリアの話を聞いてきてるってことは、そうはならなかったわけだ。その通りよ。なるほど。一体何をしたんです、ジュリアは。うちでは、詐欺と売春容疑で別の刑事が話を聞いてる。けど、私が知りたいのはそれじゃない。というと、 あの子が出て行った後にどこに行ったか、何か知ってることはないさあ、わざわざ動向を調べたりはしないので。じゃあ、この女を知ってる夏目は、机の上に大見幸恵の写真を置いた。知りませんね。誰です ?NPO 法人ともしみの代表者、大見幸恵。大見幸恵 なるほど。こいつが大海幸恵か。知ってるのこの女がやっている NPO 法人を素晴らしい活動をしてるって紹介する番組を手掛けたのは、俺が塾で事故を起こした時、いつまでもしつこく批判してた番組を作ってたプロデューサーなんですよ。俺はしばらくそのプロデューサーのことを調べてたんです。社会的に抹殺されて仕事もまともにできず、 資金面でも厳しい時期が続いた時で、そんな状態になっても、まだ叩いてきたので、訴えてやろうかと思ってね。その時に出てきたのが、大見幸恵でした。かわいそうな少女たちを保護して、施設で共同生活させて、社会復帰できるように支援してる。弱い女性たちの救世主みたいな感じで紹介されてましたが、本人は顔出しはしてなくて、 その理由が、自分が有名になってもしょうがない。灯火しびの活動がもっと広く認知されることが大事だからとか、そんなことでした。そのプロデューサーの名前は、朝丸テレビの矢口京太って男です。歳は、50ぐらいだったかな。浅黒い肌にいやらしい目つき、昔の業界人みたいな雰囲気の男です。 矢口と大ウが繋がっている可能性はあると思う。さあ。でも、大手メディアは既得権益の温床。誰と誰が繋がってても不思議じゃないと思いますよ。政治家だろうが企業人だろうが、既得権のおこぼれが欲しいと思ってる連中なら、群がるでしょうからね。そうかもね。夏目は何か思いついたように顔をそらすと、立ち上がった。 ありがとう。有益な情報が聞けたわ。お役に立てたようで何よりです。さっきの件、捜査に協力してくれるなら、すぐに釈放されると思う。隠し事はなしでね。釈放されるためならいくらでも。そろそろ家が恋しくなってきたんでね。こう見えて寂しがり屋なんですよ。相沢はそう言って口元を緩めた。 ナツメが一瞬、相沢を見た後、背中を向けると、もし、裏のことで何か知りたいなら、ある程度は協力できますよ。知ってる範囲のことなら。それに、メディア関係者もうちの客にいますしね。矢口はいないけど。ありがとう。何かあればお願いするわ。でも、もしあなたが犯罪行為をしていた場合、その取引に使うのはなし。 めえ、心得てます。夏目は取り調べ室を出ると、吉村を呼んで相沢を任せ、自分はすぐにスマホで泉を呼び出した。個人名までわかれば、泉なら。舞ちゃん、お話の時間だけど、出られるさつきは舞の部屋をノックしてから言った。この部屋に舞がいられるのも、せいぜいあと数日。 はっきりと決まったわけではないようだが、数日のうちに、イは詐欺容疑で逮捕されるか、釈放されて施設に預けられるかになるらしい。イは、ゆっくりとドアを開けて、顔を出した。体調悪そうだね。大丈夫また、あのおじさんと話すのおじさん長すぬ警部のことかな 舞は小さくうなずいた。うん。今はハスヌマ警部が捜査責任者だからね。お姉ちゃんはお姉ちゃん水原警部のことうん。水原警部はもう捜査には。やっぱり、そうなんだね。やっぱり、みんな私を見捨てる。 いつも、ずっとそうなの。水原警部は、ゆちゃんに何か言ってたの私を信じるって。守るって。でも嘘だった。そうだったんだね。でもそれなら、心配ないよ。水原警部は、約束を守る人。だから、 まゆちゃんのことも守ってくれるよ。でも、もう関わらないって。表向きはね。でも、まゆちゃんにそう言ったなら、水原警部は真相解明のために動いてるはず。上に何か言われたぐらいであっさり引き下がるような人じゃないし、私の憧れの人なんだよ、水原警部は。尊敬する人みたいな。 刑事としても、女としても。私がまだ、交番で仕事してた頃、ある事件の捜査協力ってことで、水原警部が交番に来たことがあったの。その頃はまだ、警部補だったかな。それでね、私は仕事があんまりできなくて、警視庁の警部補が来るって聞いて、緊張して、理由もなく怒られるんじゃないかと思って、ビクビクしてたの。 水原警部が来たとき、私はまだビクビクしてて、震えてたと思う。不安と緊張で。でもね、水原警部はそんな私を見て、帰り際に、頑張ってねって言ってくれたの。優しくて、あったかい笑顔で。仕事の話をしてるときは、キリッとしてて、少し怖いって思うぐらいだったのに、仕事の話が終わったら、 すごく優しくて。今は、あの頃よりもっとかっこよくて、優しい。たくさんの難事件も解決してるし、今回もきっと。あ、ごめんね。私の話しちゃって。でもね、水原警部のことは信じて、やると言ったら、必ずやってくれる人だから。イは、 まだ表情を曇らせたままだったが、部屋から出て取り調べ室に歩き出した。サツキには、舞の言っていることが本当なのか、ハスの方が正しいのか、判断がつかなかったが、夏目のことを信じることにした。そして、自分にできることをする。サツキは、舞の肩に軽く触れて、ウィンクしてみせた。舞はかすかに笑っただけだったが、 きっと今できることは、この子を支えること。伊沢原警部が真相を解明するまで。泉は、いつものナチュラルメイクではなく、少しきつめのメイクをしてサングラスをかけ、ビルの間をヒールの音を響かせながら歩いた。落ち着いたオレンジの膝丈タイトスカートに、ダークブラウンのトップス、黒いヒール。シンプルだし、 派手さもないが、すれ違う男がたびたび振り返るのを感じる。だが、そこに対した意味はなかった。目的地は朝丸テレビ。目的の人物は矢口京太。数時間前、夏目から電話を受けて、朝丸テレビのプロデューサー、矢口のことを調べ始めた。NPO 法人ともしみについて調べたことは、すでに、夏目に送付済みで、 ネット上にはなかったが、数年前にメディアで紹介されたとき、住所は隠されていたが、管理しているすべての施設の部屋が紹介されており、その中の一つに、夏目が踏み込んだ家も含まれていた。夏目にもらった現在の状態とは、家具などがあることを差し引いても違う部分はあるものの、特に違和感を覚えることはなかった。だが、不動産屋にあたっても、情報は出てこなかったが、 メディアが紹介した当時の映像と、夏目にもらった写真を見る限り、あの家、日だまりの家として、ともしみが管理していた家であることは間違いないと言えた。そして、ともしみのことを紹介したメディアは、朝丸テレビ、番組のプロデューサーは矢口。朝丸さんには色い々ろいろとお世話になってるし、直接話を聞かせてもらおうかしら。思わず感情が言葉になった。 テレビではなく新聞の方だし、確固たる証拠はないものの、一度やり合ってからしばらくの間、嫌がらせをされたことが、自分の中で思った以上に強く残っていたらしい。思い立つと、すぐにシャワーを浴びてメイクをし、着替えて家を出たのだった。すみません。朝ま丸テレビの大きなビルの自動ドアをくぐり、受付の女性に声をかけた。はい、こんにちは。 プロデューサーの矢口京太さんにお会いしたいんですけど。お約束ですかい,いえ。でも、牧泉が来たと言ってもらえれば、多分お分かりになると思います。牧泉様ですか確認いたします。少々お待ちください。待っている間、泉はサングラス越しに周りを見回した。ビリの入り口から正面には、 黒い大理石の壁を流れる滝があり、水の音が心地よく響いている。右側にエレベーターが並ぶ自動ドアの横に、今泉が立っている受付があり、人の往来は多いはずだが、フロアはピカピカに磨かれている。反対側には緑の看板のカフェがあり、一般の人も入ることができる。あの滝って何の意味があるのかしら テレビ関係ないけど、誰に対して何をアピールしているのか不明ね。マキ様。受付に呼ばれ、泉は顔を戻した。今日はどういったご用件でしょうか取材です。私はフリーのジャーナリストで、ある NPO 法人のことで、矢口プロデューサーにお聞きしたいことがあって。少々お待ちください。 受付の女性、名札には青田と書かれている、は、再び受話器に耳を当てた。はい、わかりました。お通しします。薪様、矢口がお会いになるそうです。こちらを首から下げていただき、あちらのエレベーターで10階に上がってください。青田はそう言って、ゲスト用の入管カードを差し出した。ありがとうございます。 泉は言われた通り、カードを首から下げると、エレベーターで10階に向かった。降りると、マキさんという声が聞こえた。矢口さんですかそうだよ。どうも。顔を合わせるのは初めてだね。身長170センチの泉を見て、下からゆっくりと視線を移しながら言った。思ったより背が高いね。 見下されるのは好きではないが、ま、それぐらいは許そう。両手を広げて言う。朝黒い肌に茶色に染められた髪には、ところどころ白髪が混ざっている。目が何ともいやらしく、ねっとりと絡みつくような感じがして、むずむずした。お時間いただき、ありがとうございます。美人がわざわざ訪ねてきたんだ。 断るのも野暮ってもんだろう。口元だけを緩めながら、こっちだと言って、リラックスルームらしい部屋に案内した。NPO 法人について聞きたいんだったね。灯火のことかな。椅子に座って足を組むと、首を右に傾けながら矢口は言った。ええ。以前番組で取り上げていますよね。もう何年か前の話だよ。 今更話すことなんてないけど。代表者の大見幸恵さんとは、その後会っていますかんなんだその質問は。実は、灯火が管理している家、番組の紹介された家の一つ。最近人が急にいなくなったらしいんですけど、心当たりは。知らんよ。話が見えないな。一体何を聞きたいんだ。喋りながらも、 視線はスカートから伸びる泉の足、それも腿のあたりに向いている。妙な話を聞きまして、どんな話かな。その家は、行き場をなくした女性が共同生活をしている場所で、若い女性ばかり数人、一緒に生活をしていたそうです。女性たちは、人間としての生活を得ることと引き換えに、性的な行為を要求されていたらしいんです。 灯しみの関係者の男たちに。泉は夏目から聞いた話に自分の想像を組み合わせてぶつけた。それが本当ならひどい話だが、私が番組で取り上げた時は、そんな話はなかったね。矢口さんはその家を見ましたかご自分の目で。見たよ。現場を見ないと若い連中だけに任せておけないからな。 その後は何もなく。何もなくというのは住んでいた女性たちと食事をしたりといったことは何人かに話は聞いたよ。番組で紹介するためにね。けど顔は出さなかったし、声も変えた。訳ありの女たちだからね。番組を見て場所がバレてしまったらことだから。食事はしてない。してないよ。でも、 そこにいたかわいそうな女性が綺麗だったら、一度ぐらい誘って食事をごちそうぐらいするんじゃありません朝丸テレビのプロデューサーさんなら、番組にも協力してくれたわけですし、胸の膨らみに向けられる視線を突き返すように泉は言った。どうやら君はどうしても、私がそこの女たちと関係を持ったという方向に持って行きたいようだ。 何もなかったと。当たり前じゃないか。魅力的な女を見ればそりゃそんな気持ちにもなる。けどね、だからって見境なしに手を出すような真似するわけがない。私はプロデューサーだよ。周囲からの信用というものも大事なんだよ。そうですか。わかりました。じゃあこの件は、私の勘違いだったかもしれません。泉はそう言って、 椅子から立ち上がった。お時間ありがとうございました。待ちなよ。君は以前、うちの系列である浅間の新聞の元記者、曽我部さんについての暴露記事を書いて、彼の名誉を著しく傷つけたことがあったね。今度は私がターゲットということかな。曽我部さんは実際に犯罪行為をしていたし、活動家ともつながりがありました。 そのせいか、あの後しばらく嫌がらせを受けました。君がおかしな記事を書いたからだろう。でたらめなものいいえ、私が書いたことは真実です。あなたも、何もやましいことがないなら、何を書かれようが恐れることはないのでは。もし私がでたらめを書いたなら、その時は訴えるでも、番組で取り上げるでも、好きにしたらいいわ。 強気だね。悪くない。君のような女は、ベッドで屈服させると興奮するよ。悪趣味で、品のない言葉ね。さすがは大手メディアのプロデューサー様。後悔するぞ。それは脅しですか私はジャーナリストです。脅しには屈しません。そしてあなたが思っているよりも、知っていることは多い。 そのことを忘れないようにしてくださいね。矢口の目を見て静かに言うと、泉は背中を向けて、エレベーターに向かった。最後の言葉に裏はなかった。だが、これで不安を植えつけることに成功したはず。それで十分だった。おい、水原。捜査一課の部屋で情報を整理していると、 ハズぬが声をかけてきた。何顔を上げずに答える。前イとジュリアと話したいか私は捜査から外されたんじゃなかったのそうだが、お前と話したいそうだ。二人でな。うちとしても、ことをこれ以上大きくしたくはない。メディアは勝手な報道してるが、 これまでの詐欺や晩春を黙認してやる代わりに、こちらで指定する施設に入るってことで、話はついたはずだが、それを飲む条件として、お前と二人で話をさせてほしいと言ってきやがったんだよ。ったく、調子に乗りやがって。まあうちも、ありもしない妄想メディアに向かって話されて、警察が何か隠してるなんて陰謀論でもぶち上げられたら迷惑だからな。つまり私は、 マイちゃんに騒ぎを再燃させないための抑止力みたいなものってことね。どう取ってもらっても構わない。とにかく話せ。言っておくが、断ったら命令に背いたことを上に報告する。さっきはマイちゃんと話したいかって聞いてきたけど、結局私に選択肢はなかったってことね。あなたらしいわ。あなたに話せなんて命令される筋合いはないけど、いいわ。 私も話したいし。よし。じゃあ、取り調べ室4に行け。もう待機させてある。夏目はすぐに、取り調べ室に向かった。水原警部、お疲れ様です。部屋の前に立っていたさつきが言った。お疲れ様。ノックしてから、夏目はドアを開けた。まゆちゃん。夏目が言うと、 舞は口をへの字に曲げ、眉間にシワを寄せた。ごめんね、嫌な思いさせて。お姉ちゃんは悪くない。私の捜査ミスと言えなくもないから。私と話がしたいって聞いたけど。これ。舞は、どこから取り出したのか、番号札の付いた鍵を、 灰色の机の上に置いた。これはコインロッカーの鍵。裏参道駅の。何かあるのぬいぐるみぬいぐるみまゆちゃんのうん。マナの。マナって。私と一緒に、あの家にいた子。 里谷マナ、歳は私の一つ上で、親に虐待されて、大見幸恵と会って、その子のぬいぐるみを、まゆちゃんが預かってるのマナはいなくなっちゃったの。それは、逃げ出したってこと大見幸恵はそう言ってた。いなくなった。多分逃げたんだと思う。 探してるけど見つからかわからないって。でも、私は違うと思ってる。どう思ってるのマナは、あいつらに殺されたんだよ。絶対そうだよ。何か、そう言い切れる理由があるのマナは、何も知らない私に、すごく優しくしてくれて、たくさん話して、うん 初めて男の相手をさせられた日も、家に帰ってきてボロボロの私を、何も言わずに抱きしめてくれた。自分だって、同じように辛いはずなのに。マナがいたから、私は耐えられた。でもマナはいなくなった。だからって、逃げるなんてありえない。ぬいぐるみを置いていくことも、絶対にない。 そのぬいぐるみは、マナがおばあちゃんからもらったもので、すごく大切にしてた。寝る時も、いつも抱いて寝てた。優しかったおばあちゃんのことを思い出して、落ち着くんだって、そう言って。それにマナはいなくなる数日前に、私に言ったの。もうすぐここから出られる。出してあげるって。出してあげるうん。 マナはきっと、私たちが相手をさせられてた男たちのことを調べてたんだよ。それで、私がしようとしたみたいに、全部世間に知らせて、それで。でも、あいつらにバレて。暴露することで破滅することになるなら、そういう手段に打って出る人間も確かにいるわ。マナがいなくなって何日かした後、 大見幸恵は、マナは見つからなかった。でもきっとどこかで元気にしてるはずとか、そんなことを言って。庭に花壇を作って、ひまわりを植えたからそれを見ろって。自然を見ると心が落ち着くからって。でも、そんなものがマナの代わりになるわけがない。マナは、マナは。でも本当に殺人なら、 立証できれば、関係者全員を有罪にできるわ。じゃあ今すぐ本に幸恵を捕まえてよ。あいつがやったんだよ。男たちと一緒に。気持ちはわかるけど、捕まえるには証拠がいるの。その件も調べるわ。私は、施設に入れられるんでしょう。そうなると思う。そうなったらきっと、 もうマナのことは調べられないよね。私、お姉ちゃんに会った時、最初から全部決めてたの。マナの仇を取るために、警察の力を利用してやるって。でも失敗した。私なんかじゃ、勝てなかった。ぬいぐるみは預かっておくわ。いずれ施設を出たら連絡して、それまで綺麗に保管しておく。 それに、まゆちゃんが施設に入っても、私は捜査をやめない。必ず真相を暴く。本当に、そんなことできるのできるの、じゃなく、やるのよ。たまに、施設に会いに来てくれるもちろんよ。その時は、一緒にご飯食べましょう。うん。 夏目は部屋を出ると、すぐに裏三道駅に向かった。ここね。鍵の番号札とロッカーの番号を見比べて、鍵を差し込む。右に回すと、カチャリという音がして鍵が開いた。開けると、前の言った通り、ぬいぐるみが一体入っていた。猫のキャラクターのものか、丸っこくて白いぬいぐるみが、ポツンと置かれている。 これが、マナってこのぬいぐるみ。夏目はぬいぐるみを手に取ると、何か殺人の証拠になるものがないか見てみたが、全長10センチほどのぬいぐるみには、それらしい痕跡はなかった。袋を持ってくればよかったと思いつつ、片手に持ち帰ったとき、右手の中指に何か金属製のものが当たった。チャック。 背中の部分をよく見ると、チャックがついており、夏目はなんとなく、右手を下に動かした。紙手紙小さく折りたたまれて、押し込まれるように入っている紙を引っ張り出すと、カサカサと広げた。ジュリアへ。ごめん。約束を守れないかもしれない。私がいろいろ聞いてたこと、怪しまれちゃったみたい。 今日、私は夜に、出かけるから準備しておくように言われてる。私服のままでいいって。おかしいよね。いつもは着替えさせられるのに。でも断れない。断ってもきっと、何か理由をつけて連れ出されるだけだし。そうなったら、ジュリアとも離れ離れになる。だったら、堂々と出向いて対決してくる。私がどうなっても。 あなただけは逃げられるようにするから。ありがとうね、ジュリア。小さい頃からずっと嫌なことばかりで、この家に来てからもずっと苦しかったけど、ジュリアと話してる時だけは楽しかった。笑顔になれた。もし私が戻らなかったら、この名前を覚えて。矢口京太、猪瀬明。 他にもたくさんの相手をさせられたけど、名前が分かったのはこの二人だけ。矢口は猪瀬のことを、先生と言ってたから、政治家かもしれない。ごめんね。ちゃんと伝えたかったけど、今伝えたらあなたも危険になる。だから、ごめん。私の大切な妹、ジュリアへ。マナ。 夏目は手紙がかすかに揺れているのを感じた。マナは自分の身に危険が迫っていることを感じていた。そして、イを守るために。でも、イの反応を見る限り、この手紙のことは知らない。ぬいぐるみの中に手紙が入っていることに気づかなかったのだろう。これは証拠になる。でも、これだけじゃダメ。 何も知らない、勝手な想像で書いたものだと言われればそれまでだし。でも、マナが行方不明なら、殺された可能性はある。猪瀬セ・といえば、民友の党所属の衆議院議員。女性に対する不当な差別は古い価値観だから、やめるべきだと、女性を支援する団体の活動を指示したり、講演したりもしてたはず。その男が、 裏では未成年の。それも、選択肢のない女の子たちを。夏目は、目の前のロッカーを蹴りつけたい衝動を必死に抑えた。まずは、前にこの手紙を見せて、矢口と猪瀬について話を聞いてみる必要がある。コインロッカーの前から走って駅を出て、タクシーに乗って本庁に戻ると、すぐに捜査一課の部屋に入った。水原警部、 どうしたんですかさつきが心配そうに言う。ゆちゃんはえ、ゆちゃんならもう施設に移るって。はすぬわ警部の部下の、との原さんでしたっけあの人が付き添って、外に連れて行きましたけど。いつついさっきです。あの、どうしたんですか捜査一課の部屋には、はすぬわの姿もとの原の姿もない。 モトラさん、ハ沼ヌマかトノハラが戻ってきたら、すぐに教えて。え、はい。夏目は部屋を出ると、走って南出の部屋まで急いだ。形だけのノックをしてドアを開ける。なんだね、突然。ちゃんとノックしたまえ。失礼だろ。南出は、不機嫌そうに言った。<laughs> どういうことですか、南出警視制。 どんとデスクを叩き、南出を睨みつけながら、夏目は言った。何の話だね舞を、小坂舞をもう施設に移したって。そのことか。別に構わんだろう。いつまでもうちの会議室を使わせておくわけにはいかんのだし、君の話も終わったんだろう。何の問題があるまだあの子に聞きたいことがあるんです。どこに行ったのか教えてください。 ダメだ。ダメなぜですこれ以上あの子のことに関わるな。これで穏便に済むんだ。君がまた会いに行ったら、マスコミが嗅ぎつけて騒ぐかもしれない。そんなことになったら、また面倒な対応をせざるを得なくなる。これ以上余計なことはしないことだ。君自身のためにも。ドンッと、夏目は再びデスクを叩いた。な いい加減にしたまえよ。上司に向かって何をあの子がいた家で、殺人があったかもしれない。何殺人あの子に話を聞けば、それを立証できるヒントが得られるかもしれない。もし殺人の可能性を無視して何もしなかったら、あなたの立場だって危うくなりますよ。南で警視制。君は、私を脅すのか 事実を言っているだけです。それに、あの子の身も危険かもしれない。もしあの子に何かあったら、私は絶対に、あなたの子供、ハスヌマのことも許さないお。お、落ち着きたまえ。ちゃんとした施設に行くんだ。身の危険など。じゃあ、どこの施設か教えてください。言わないなら、殺人事件の捜査をするなと言われたと、メディアに言います。な、 どこですかその施設を決めたのは、南出警視制ですかいや、私ではない。じゃあ誰ですハスヌマ君だよ。彼が、今回の件を丸く収める方法を提案してきた。前方ジュリアの過去の件は黙認して、施設に引き渡して終わりにしましょう。信頼できる施設を見つけてあると。もしそれでも収まらないようなら、 その時は、君に責任を負わせればいいとね。わ、私が言ったわけではない。睨むのはやめたまえ。じゃあ、ハスヌマが全て手貸したってことですか施設については、トノハラ君が探してきたらしい。いずれ施設に引き取ってもらうことになると予想して先行して動いていたと、ハスヌマ君が言っていた。トノハラが 夏目は南での部屋を出ると、捜査一課の部屋に戻った。あ、水原警部、戸原さん、さっき戻ってきて。さつきの声が聞こえたのか、自分で見つけたのか。夏目は、デスクに座っている戸原の,の前に大股で歩み寄ると、一緒に来るように言った。な、なんですいいから、会議室に来て。あ、はい。捜査一課の部屋に、 ピリッとした空気とも違う緊張感が走ったが、夏目は全く気にせず、少し広めの会議室にに連れて行き、ドアを閉めた。なんです。僕、何かしました。それとも、はすぬ警部のことで。舞ちゃんをどこへやったのえ、いや、その、もう水原警部の話も終わったからって、施設に。 どこの施設かって聞いてるんだけど。いや、それは。大見幸恵の施設 ?NPO 法人ともしびの。顔に出たわね、一瞬。そうなのね。だったら、なんだって言うんです。どの施設に舞ちゃんを入れるか提案したのは、あなたらしいわね。なぜその施設にしたのえっと、いろいろ調べて、 そこがいいんじゃないかって。いろいろ調べて、本当かしら。どういう意味ですかずっと気になってたのよ。なぜあの家が物気の殻だったのか。事前に知ってなきゃ、あんなに綺麗に逃げ出せるわけがないから。それは、もともとあの家には誰もいなかったからで。それは違うわ。あの家は確かに、 灯火が管理している施設だった。証拠もある。なんで綺麗に逃げ出せたか、誰かが教えたからよ。警察が近いうちに踏み込むかもしれないって。誰がですあの家に踏み込むことを知っていたのは、ごく一部。私と吉村君、本元田さん、一緒に踏み込んだ四人の刑事、それにハス沼。 四人には、踏み込む前に説明したから、事前情報はなかった。ということは、ハスヌマと、彼の部下二人のうち誰か、もしくは南で警視生ってことになるわ。そんな、吉村君は違う。モトラさんも南で警視生も、そんな器用な立ち回りができる人じゃない。ハスヌマは人間的にはあれだけど、犯罪者に手を貸すことはない。そして、 施設を提案したのは誰かそう考えると、一人に絞られるわ。あなたよ、トナールくん。あなたが内通者。な、今の話だけで僕が内通者だって決めるんですか吉村さんだって可能性は彼は施設のことなんて何も知らない。私は知ってたけど、その件は彼に教えてない。 言っとくけどね、トナアラ君。もしマイちゃんに何かあったら、タラじゃ済まさないわよ。な、何ですかそれ、脅しですかパワハラですよ。パワハラです、それ。相手が内通者なら、パワハラじゃないわ。どこの施設、マイちゃんをどこに連れて行ったのふっ、ふっ <laughs> <笑><笑>もう手遅れですよ、水原警部。トナーラは明らかにいつもと違う様子で言った。下から見上げるように人を見る姿勢は同じだが、気弱さの代わりに強気が前面に出ている。もう引き渡したんです。場所を知ったところで何も出来はしません。 僕のことを告発しても無駄です。僕は守られてるんですよ、水原警部。でもあなたは違う。あなたは何もできず、言いがかりで部下を脅したパワハラ上司として、世間に広く知られることになる。もう警察は愚か、まともな仕事にもつけなくなりますよ。そうしたらどうします水原警部なら、そっち系の店でも人気が出ると思うから、 良ければ紹介しますよ。元警視庁捜査一課の警部なんて肩書きで店に出たら大人気でしょうね。くだらない。えくだらないって言ったのよ。それで私を脅したつもりぼ、僕は事実を言っただけで。守られてるそれは政治家のことを言ってるのかしら例えば、井ノ瀬明とか。 場所を言いなさい。言わないなら、言いたくなるようにするだけよ。な、夏美に迷いはなかった。ここで戸原から場所を聞き出さなければ、間に合わなくなる。まだ黙ってる気じゃあ、わかりました。言います。どこ木漏れ日の家ってところです。住所は、紙に書いて。 ここね。嘘だったら許さないわよ。嘘じゃないです。けど、無駄ですよ。さっきも言ったように、勝つのは僕だ。トナはの言葉を無視して、夏目は会議室を出た。おい、水原。お前、トなハラに何をどこからか戻ってきたらしいハスネマが、突っかかるように言った。ちょっと来て。あら、おい、何を 夏目はハス沼の肩を掴むと、無理やり引っ張るようにして捜査一課の部屋を出た。おい、なんだ、どういうつもりトナあは犯罪者と繋がってる。は何を言い出すんだ夏目は、要点だけをカイツバンで説明した。私はこれから、舞ちゃんを助けに行く。協力して。はなんで私が今、 私はあなたの部下が不正していたことを話したわ。本人も認めたことをね。言っておくけど、念のため録音しておいたから、そんなこと言ってないは通じない。それと、もし私に協力しないなら、あなたは部下の不正を知りながら動かなかったことになる。な、お前、協力するしないこの、お前のやり方の方がよっぽど犯罪者だ。 その強引さ、あの人そっくりだぞ。牧田啓示のことを言ってるのそうだ。でも犯罪はしてない。あなたよりはるかに有能だしね。さあ、行くわよ。いや、おい、待て。何お前さっき、政治家が絡んでるって言ったな。猪瀬明って。ねえ、本当に大丈夫なのか 猪瀬議員が絡んでるなんて言って、もしまた不発だったら終わりだぞ。じゃあこのまま放置するの。何の罪もない女の子が殺されて、今また弱者が強者の都合で殺されるかもしれないっていうのに。それは、けど私は。そう、わかったわ。もういい。そこでずっと頭を抱えてるといいわ。刑事ごっこしながらね。 夏目は捜査一課の部屋に戻ると、吉村を呼んだ。吉村君、一緒に来てくれるもちろんです。私も行きます。さツキが走ってきて行った。ありがとう。すぐに行きましょう。三人は走って駐車場に向かい、車を急発進させた。やっぱり、矢口は絡んでたのね。夏目からの電話を受けて、 泉は言った。直接会ってきて、他にも知ってることがあるって匂わせておいたから、今の話をぶつけてみたら、何か引き出せるかもしれないわ。でも、時間がないの。まずは舞ちゃんを助けないと。全部を知ってるあの子を、大見幸恵が生かしておくとは思えないわ。マナって子を殺した可能性が高いんだもんね。舞ちゃんには、 逃げたんだろうって説明して、前に送った写真に写ってたひまわりあったでしょあれを見て、元気を出せって言ってたらしいわ。空に向かって高く伸びるひまわりを見て、ってことかもしれないけど、自分たちで殺しておいてのことなら、どの口がって話ね。あの子たちから自由を奪っておいて。花壇ひまわり泉 ねえ、あの写真に写ってた花壇とひまわり、マナって子がいなくなって、少ししてから作ったって言ってたわよね。マユちゃんがそう言ってたわ。私が見つけたテレビで紹介された時の映像には、庭には花どころか花壇もなかった。そして、マナって子が失踪するまで、それは変わらなかった。泉 何を言ってるの夏目、殺人で一番大変なことって何一番大変なことそうね。証拠の隠滅、狂気をどうするか。それと、遺体の始末かな。何遺体を運ぶのって、人目につくし、夜でも避けたいことよね。 犯人の真理に立てば、そうね。普通は遠くに、誰にも見つからないような場所に捨てたくなる。できるだけ遠のけておきたい。ええ。でもだからこそ、近くにあるとは誰も思わない。それも、目と鼻の先にあるなんて、誰も。泉そうよ。あの家の花壇の下に、 マナってこの遺体を埋めたんじゃない自分たちが管理できる、目の行き届く場所に隠した方が安心できるし、まさかそんなところに遺体が埋まってるなんて思わない。上に花壇を作ってしまえば、もう誰も気づきようがない。その可能性、あるかも。私、すぐにあの家に行ってみるわ。待って泉、一人じゃ危険よ。忘れたの 以前嫌がらせされたこと。それに今回も、矢口と会って話してる。監視されてる可能性もあるわ。でも、警察の誰かに行くように指示したら、内通者にも知られて、証拠を消されてしまうかもしれないわよ。大丈夫。今私と一緒にいる二人をそっちに行かせるから。でも、それじゃ夏目が一人になっちゃうじゃない。私は大丈夫。 すぐにそっちに向かわせるから、一人で突っ走らないでよ、泉。分かった。でも気をつけて。遺体があったら写真に撮って、すぐに連絡するわ。うん、お願い。泉は電話を切ると、ジーンズとシャツに着替えて、家を出た。吉村君、ん、田さん。夏目は、運転席と後部座席の二人の方を見た。 これから私を降ろしたら、すぐにあの家に向かって。え、あの家って、ひだまりの家ですかそう。吉村君も見たでしょ写真で。庭にあった花壇。はい、ひまわりの。あの下に、遺体が埋まってるかもしれない。え、誰のです里やマナ。マナちゃんと一緒にひだまりの家にいた。 当時17歳の女の子。さっき話してくれた手紙な。ええ。絶対にあると断言はできない。でも可能性は高いと思う。泉を現場に行くから、急いで。でも、水原さんは私は大丈夫よ、一人で。でも、ま、ゆちゃんを助けても、遺体が見つからなければ犯罪を立証するのは難しいわ。でも遺体があれば、 一網打尽にできる。わかりました。くっそ。はす沼のチキン野郎。吉村君にしては、珍しい暴言ね。だって、気持ちはわかるわ。でもしょうがない。今あるものでやるしかないわ。吉村を頷くと、説の近くで夏目を下ろし、すぐに日まりの家に向かった。夏目は、 木漏れ日の家の前に立つと、まっすぐに扉に視線を向けた。監視カメラはなく、作りは日まりの家と似ている。外の格子を開け、岩に入る。インターホンも押さず、ノックもせず、ドアノブに手をかけた。開かないか。それはそうよね。耳を扉に近づけると、中からかすかに声が聞こえた。 ゆっくりと見を歩くと窓が見えてきた。作りが日だまりの家と同じなら、おそらくはリビングの窓。夏目は勢いよく左の肘で窓を叩いた。ガシャンという大きな音が響く。割れた場所から手を入れて素早く鍵を開ける。尖った部分が腕をかすめ痛みが走ったが、無視して窓を開け中に踏み込んだ。 まゆちゃん。リビングにはゆと大見幸恵。もう一人、見たことのない男が立っている。あなた、水原警部ね。幸恵は、さして驚くこともなく言った。さっき電話が来たわ。あなたがここに来るから、早く逃げた方がいいと。でも、そんなにコロコロ移動できるものでもないのよね。急に言われてもね。 それに、別に来てもらっても構わないと思ったの。やましいことは何もないから。やましいことは何もない。それはどうかしらねお姉ちゃん、本当に来てくれた言ったでしょ守るって。行動を見ててって。うん。一体何から誰を守るというの この子から何を聞いたか知らないけど、それは事実ではないわ。この子はね、小さい頃から親に冷たくされて、精神にちょっと問題があるの。妄想を抱きやすくなってるのよ。私が責任を持ってお医者さんに見せるわ。彼女の言っていることは本当よ。里マナのこともね。あら、顔色が変わったわね。 ひだまりの家から逃げ出したって話みたいだけど、それなら今更名前を聞いても、青ざめるようなことはないでしょう。何のことかしらね。里山奈は、あなたたちがしていること、朝丸まるテレビの矢口と衆議院議員の猪瀬との関係、それらを暴露しようとして、あなたに呼び出されて男の相手をさせられながら、情報を集めていた。 そのことに気づいたあなたたちは、彼女を殺した。何を根拠に言っているのかしら。手紙よ。里山菜の手紙。その中に、矢口と猪瀬の名前が書かれていた。遺体を隠した場所についても、検討はついてる。何のことだけわからないけど、私に妙なことをすれば、ただじゃすまない。 フェイクニュースを使って、私を社会的に抹殺するそれとも、里山なにそうしたように、直接命を奪いに来るそうね。その方が良さそうね。差し絵の言葉に反応するように、横に立っていた男が前から手を離し、夏目の方に走り寄ったかと思うと、右手を振り下ろすように振った。米紙をかすめて、夏目は一瞬膝をついたが、 すぐに立ち上がって男を見た。ありがとう。これで遠慮なく逮捕できるわ。泉は先に日だまりの家に着いていた。家の前で待っているのはもどかしく、さっさと入って確かめたい衝動に駆られる。だが、もし本当に遺体があった場合、さすがに直視する勇気はなかった。え家の前で待っていると、 男が二人、家の中に入って行こうとしているのが見えた。ちょっと、あなたたち誰誰って、この家のものですよ。そんなわけないでしょ。ここは今空き家のはずよ。それはついこの間までの話です。今は僕らのものですよ。ちょっと、キキッという音がして、車が止まり、中から吉村とさつきが出てきた。 マキさん、お待たせしました。その人たちは、この家の所有者だって言ってるけど、そんなはず。身分証をお願いでいきますか私は警視庁捜査一課の者です。身分証を。男たちは、急に黙ったかと思うと、泉の方に走り寄った。え、危ない。 吉村が間に入り、振りかぶった右腕を掴む。この、そのままムラグラを右手で掴むと、アスファルトに向かって思いっきり投げ倒した。くわっもう一人。ていもう一人の男は、さつきの足元で顔を歪めている。私、柔道三段です。手錠をかけて。あ、はい。男二人に手錠をかけると、 吉村はさつきに応援を呼ぶように指示して、自分は泉と二人で来る途中に買ったスコップを持って家の庭の方に急いで。あの男たち何者ですかねごめんなさい。多分私を監視してた連中だわ。マキさんを何かの活動からと思うわ。なんでそんな連中が。話せば長いわよ。 それより早く。あ、そうですね。吉村は花壇のあたりをスコップで掘り、泉は緩んだ土の上にあるレンガを取って端に寄せながら、ところどころでスマホのシャッターを押した。ガチ。嫌な手応えがして、吉村は顔をしかめた。当たった泉の言葉に、吉村はうなずいた。ここからは手作業ね。 持ってきた手袋をはめ、少しずつ土を掘り返す。やがて、嫌な感触が手に触れた。ピリリ。突然鳴った着信号に、幸枝は体をビクッとさせた。もしもし。わかったわ。ええ、送って。電話を切ると、夏目は幸枝の方を見た。 そのうちスマホが震えて、スマホの画面を確かめてから、スマホの画面をサチエの方に向けた。見つけたわよ、証拠。まだ白骨化してないし、調べれば色々わかるわよ。他殺かどうかもね。もう観念したら。サチエは、しばらくうつむいた後、顔を上げたかと思うと、眉を男の方へ押し合った。 道連れだよ。夏目は、サチエとほぼ同時に動き、男のテンプルを左回し蹴りで打ち抜くと、つんのめるようにして前に出てきた舞を、しっかりと抱き止めた。犯罪者に共感はできないが、行動は予想できる。犯罪者ならどうするか考えろ。私の尊敬する上司の言葉よ。追い詰められたあなたが何をするか。 選択肢は限られてた。ちょっと待っててね。前にそう言うと、夏目は幸江の方に歩いて行き、日が落ついてうなだれている幸江を見下ろすようにして行った。大見幸江、殺人容疑で逮捕します。手錠をかけ、倒れている男の腕とつないでから、スマホを耳に当てた。水原です。これから言う場所に、 死急応援を送ってください。電話を終えると、眉の前で膝をつき、右手でそっと髪に触れた。私たちの勝ちよ。眉は、夏目の胸に抱きつき、大きな声で泣いた。夏目は眉を抱きしめ、もう大丈夫と耳元で呟いた。泉たちの方にも応援が到着し、遺体は回収され、 彼らを襲った男たちも連行された。泉、お疲れ様。あなたもね。これから色々大変だけど、一段落したら。ええ、飲みに行きましょう。泉との電話を終えると、夏目は眉の方に歩いて、肩に手を置いた。さあ、帰ろ。舞はうなずき。 二人はパトカーの後部座席に乗り込み、本庁へ向かった。いや水原君、お疲れ様だったね。事件から4日後、長い報告書を書き終え、チェックしていると、南出がデスクの前まで来た。報告書ならもうすぐできます。もう少しお時間ください。まあ、いいよ。そんなことは。それより、 お手柄だったね。君のような部下を持って、私は誇らしいよ。ありがとうございます。あ、じゃ、じゃあ、報告書よろしく頼むよ。南では、夏目のデスクから離れると、ちらりとハス沼の方を見てから部屋を出て行った。ハス沼は、部下が内通者だった責任を追求されており、近々処分が下るという話だった。 そのせいか、いつもの上舌さは影を潜め、夏目からもできるだけ見えないように、小さくなっているように見えた。遺体の発見により、また、SNS で騒がれた少女が、政治家やメディア幹部を相手に、性的な行為を強要されていたと知れたことで、再び大きな注目を集め、矢主と幸枝だけでなく、イノスも議員辞職に追い込まれた。 いろいろと根回しをしているようだが、近々逮捕することは避けられず、自殺しないようにと、警察が見張っているような状況になっていた。入る施設は決まったの。さらに二日後、夏美は泉と前と三人で、少し遅いランチに出かけた。うん。今度のところは大丈夫そう。見学をさせてくれたし、先生たち、 みんな優しそうだった。さすがは泉のつてね。まあね、私にかかれば、なんてね。まゆちゃんの間は、まなちゃんの字から取ったのね。うん。親がつけた名前は、いい思い出ないし、まなのためにって思ったから。まなちゃんの遺体は、司法解剖も終わったから、もうすぐお墓に入れるわ。そしたら、 お墓参りに行きましょう。事件が解決できたのは、マ、ま、ナちゃんのおかげでもあるから。お墓作ってくれたの、泉さんなんでしょう私が作ったわけじゃないよ。今回の事件について書いた記事の中に、マ、ま、ナちゃんのためにお墓を建てる基金を募りたいって書いたの。それに賛同してくれる人が多くて、余ったお金は全部、ちゃんとまともな活動をしてる施設に寄付したわ。 ありがとう。いいのよ。夏目さんも泉さんもかっこいいね。私も一生懸命勉強して二人みたいになる。何かやりたいことは決まってるのうん。まだわからない。だけど、まずは一生懸命勉強する。いいわね。そういう気持ち、大事よ。でも女の子なんだから、勉強だけじゃなく、 女を磨かないとね。それは二人に聞いたらいいえそうね。夏目も私もちょっとタイプが違うけど、アドバイスはできると思うわ。やった。じゃあ、またご飯食べに行こうね。私もバイトして稼ぐ。今度はちゃんとした仕事で。そうね。じゃあ今日のところはジュースで乾杯しようか。うん。 乾杯夏目は、前の笑顔を見ながら、これが本来の彼女なのだろうと思った。最初に会った時、目に光はなく、絶望をまとっているようだったが、今はすっかり、17歳の女の子という雰囲気に見える。彼女が経験したことは、しばらくはトラウマとして残り、時にそれは、心を暗くし、人生の絶望を見せるだろう。 だが、それはいずれ去っていく。トラウマは乗り越えられる。夏目は二人の笑顔を見て、そう思った。